ではご案内した時刻になりましたので始めたいと思います。どうも皆さんこんばんは。今日はちょっと昼間暖かかったですけども、夜になってちょっと肌寒くなりましたけど、ご参加いただきましてありがとうございます。これから第169回市民憲法講座を始めたいと思います。私はこの講座を主催しております吉野憲法改悪市民連絡会の星野と申します。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。今日の講座なんですけれども、賃金破壊が若者を壊す持続可能な次世代の作り方というテーマで、行います。この間ですね、もう1990年代半ばぐらいからでしょうか、賃金が上がっていないというか、実質賃金が下がり続けているというのが、日本の社会でありました。で、今コロナ禍ですとか、この物価高でますます生活が苦しくなっているという状況があるかと思います。それでただそうは言っても、岸田総理は、雇用は増えている、あるいは企業の収益も過去最高だというような報道もありました。一体これはどういうことなんだろうかということがすごく疑問に思っている方も多いと思います。そしてさらに軍事費の増額生活政策とか、そういうことによってですね、結局生活はどんどん押し潰されようとしているというような状況があるかと思います。これは一体なぜなんだろうかということを今日は改めて考えてみたいなというふうに思っています。今日はジャーナリストの竹信美恵子さんにお越しいただきました。竹信さんは雇用の問題ですとか、そういった問題についてずっと著書もたくさん持たれていらっしゃいますけれども、今日は竹信さんにじっくりとお話を伺って、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。だいたいお話が終わった後に竹信さんへのご質問も伺えればなと思いますので、全体として8時半ぐらいをめどに進めていきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速竹野さんからお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。憲法とですね、賃金の関係っていうことに注目してくださってありがとうございます。なかなかこれ2つは切り離されて考えられていて、これが一番問題なんですよね。密接に関係があることなのに切り離されてるので、なんか関係ないみたいに思われて、で憲法はだからなくてもいいとか変なこと言い始めちゃう貧しい人たちがたくさん出てくるっていう奇妙な事態が起きていると思います。最後の方で憲法との関係についてお話ししたいと思いますが、まず今の星野さんの方からの、質問というか疑問で、首相は雇用は増えている、企業の利益も上がっている、だからいいことなんだっていうのは、これは全くダメというか嘘ですね。嘘っていうのは、雇用の数が増えても、年収が増えないと、人々は豊かになれないんですよね。で今実は、さっきの後藤道夫さんっていう研究者の方とちょっとある会があって、後藤さんのプレゼンテーションを聞いてきたんですけど、私もちょっと別件で2人でやるシンポジウムだったんですけど、後藤さん の, 調査がありましてですね、統計で見ると、単価は上がってるんです。最賃が上がってるんで、最低賃金上がると非正規上がりますよね。時間給は上がってるんです。でだけど、時間数が細切れ化して一人当たりの時間数がすごい減ってるんです。だから年収にしちゃうと年収は下がるんです。だからグラフを作ると年収がビューって下がり続けてるグラフになってで時間給は上がってるグラフになってる。面白いですよね。で雇用数もだから増えてるんですよ、細切れ化してるから。だから岸田さんの言っているいいことっていうのは、実は人々の年収を下げてるってことになっている。でそれプラス企業の利益は上がってますっていうのは当たり前で、そうやって人件費を下げてるから企業の内部留保は増えますということで、全然言ってること自体は嘘じゃないかもしれないけど、その私たちへの影響で見れば全く逆行のことがその結果起きてるっていうふうにご理解いただけると、今の状況はよくわかるのではないかと思うんですね。で今日一応若者っていうふうにしたのは、若い人って働けばいいから結構豊かなんじゃないって思ってる人が多いと思うんですね。しかし実はそうではないっていうことを今まずそこから始めていきたいと思います。まずここで見ますと、ちょっと後ろ見えないですかね、相対的貧困率っていうのが実はあるんですけど、貧困指標なんですね。でこれは所得の一人当たりの所得の中央値、ずっと並べていってですね、その中央値って一番真ん中に当たるもの、それを出して、その半分以下の人が何パーセントいるかっていうのは相対的貧困率です。つまり真ん中ぐらいの所得の人が全体の何パーセントいるかっていうのが相対的貧困率なんです。
それで見ると、ここにあるんですけども、30歳未満という人がですね、この国民生活基礎調査で見ると27%ぐらいですよね。で消費者実態調査はもう少し豊かな人を入れているので 15% ぐらいになっています。で他の年代と比べると30から40、49歳か、それで見ると相対的貧困率は11% だし、50から64歳は 12.8 で、65歳以上は当然まあ高齢者ですから収入がなくなる人が増えていって 20.3 でも、これを比べてみると30歳未満の若い層の貧困率が非常に高いっていうのが分かります。この人たちが日本の貧困率を、押し下げている。でそれプラス65歳以上で言えば女性の貧困率、ここには出てませんけど非常に高くて、年取った女の人たちの貧困率が日本の貧困率を、押し上げているっていう、そういう形で若者 と、高齢者の中のとりわけ女性の貧困率が貧困を率を押し上げていると、こういう形になっているのが日本社会の現状です。それで、ですね、特に、アンダークラスっていうのと旧中間層っていう新しく発見された層が貧困の度合いが非常に強いって言われていて、アンダークラスっていうのは昔は労働者階級とそれから資本家階級って言われていたんですけど、最近では労働者階級が二分化して正社員に代表される労働者階級、いわゆる普通の労働者階級と、それから、そのさらに下の非正規を中心としているアンダークラスに分裂したっていうふうに言われてるんですね。でもう一つの旧中間層っていうのは昔の自営業みたいな人たちで、これが自営業の人は昔社長さんだから豊かだって言われていたんですが、この中に個人事業主とかフリーランサーとか一人でやっていて、それで経営者みたいな形にはされてるけど事実上労働者みたいな人たちがたくさん出てきてるんですね。でこの人たちは仕事を請け負って一人でやってる、一人親方って昔言ったかなっていう人たちですけど、それが今はフリーランサーとかいう形になったり、ウーバーイーツみたいな、請け負ってやるお仕事だったり、そういうこういわゆる労働契約を必ずしも結んでないから、労働者じゃなくてどっちかというと自営業ですよねみたいな人たちっていうのが出てきてるわけですね。このアンダークラスという、昔の労働者階級って言われたうちの中の非正規、非常に脆弱な働き手の人たちと、それからかつての自営業と言われた人たちの中の、個人事業主を中心とした脆弱な人たち、この2つの層が今もう最も、大変な人たちっていうふうに言われているんですね。でこのグラフにあるように、コロナ禍はこのアンダークラスと旧中間階級に大きなダメージを与えたと。でだから 全部が傷んだわけじゃなくって、コロナ禍で大変だって言ってることの中心がこのアンダークラスと旧中間層であったということが分かったというのが、橋本健二さんという研究者の調査です。で若者はこ の、 アンダークラスのところにも旧中間層にも結構たくさん入ってますね。非正規の女性で若者は特にアルバイトとかっていう、若手の方の若者ですけど、その人たちは非常にアンダークラス多いですし、それから、旧中間層のフリーランスの中にはかなり若者、若い層が多いということになります。でこういう人たちもですね、2人で働けばなんとかなるはずなんですけど、だけど女性の非正規比率が日本は異様に高いので、男女で働いても、働かないよりはいいんですけど、そんなに豊かにならないっていう、そういう困った構造があります。でもそうは言っても、コロナ禍で調べた調査では、正規の女性がの妻の場合の家計は家計の4割を女性が稼ぎ出している。それから非正規の女性であっても 23.8% が女性が稼ぎ出している。つまり男性の収入がどんどん減っちゃってるっていう事態が1990年以降続いておりまして、その中で2人で働いて女性が稼ぐと、その家計収入の4割を正規は稼ぎ出し、非正規は4分の1を稼ぎ出しているっていう、そういう事態になってきているんです。ですから本来は女性の非正規率が少ないとか、または非正規の収入がもっと仕事に見合って高ければ、家計はずっと潤うわけです。ところが女性の妻の方が非正規が異様に多く、これはどうしてかというと保育園とかの仕組みがちゃんとしていないので、女性が非正規外では働けないような状況になっているからですね。
多くの女性は長時間労働をすると子供を育てられない、正社員って長時間労働をしなきゃダメだって最近言われるようになっちゃったので、正社員になろうとすると子供の面倒が見られないんですね。なのでパートとかを選ぶと、最低賃金ぐらいのレベルでしか収入がない。そうは言っても一生懸命働いて4分の1稼ぎ出している。でうまく正社員に潜り込めた女性は4割稼ぎ出していると、こういうような状況になってきているということです。ですから賃金そのものが、それこそ非正規がですね、働く人の4割まで、増えていくっていう中で大きな重しになっていて、でその多くが、その保育園とか子どもを育てる仕組みがちゃんとしてないがために長時間労働に耐えられなくて、それで、非正規に移っちゃった女性たちによる貧困が、足を引っ張っているっていう、そういう状況になっているっていうことなんですね。で あとは若者のアルバイトで、昔はですね、ロスジェネ世代っていうのは若い人が正規正社員がなくてですね、若者全般が非常にこう貧困化してたっていう時代があったんですが、最近は、正規社員の若者は結構実は多いです。大学卒業した後はってことですね。でも大卒じゃないとなかなか正社員になれないので、ここに学歴格差が出てきていて、で高卒の人だと、非正規とかまたはすごく安い正規という形になってしまうんですね。ここにはだから元々の、なんていうかな、親が金持ちだったようなお宅はなんとかなるケースが多いですけど、親がお金がないと結局学歴イメージが効いてきて、なかなか、そのお金が儲かる仕事につけない、正社員さえなりにくいっていう、そういうのは相変わらずなわけですね。でもそうは言っても最近人手不足になっているので、まあ、高卒でもなんとか正社員を雇って囲い込もうとする。つまり無期雇用なんで、辞められたくない会社は無期雇用で囲い込むんです。でもじゃあ高いかっていうと、安い無期雇用が異様に多くてですね、高卒の多くがその安い無期雇用になっているっていうのが最近の状況です。ですから正社員になったら豊かになれるって若い人は刷り込まれているけど、なってみたら何これっていう、そういうような全然違うことが最近起きているってことですね。だからもう企業の方も少子化高齢化で、その人を囲い込まなきゃいけないっていう様子がすごく多いので、昔みたいにバンバン非正規で雇って使い捨てればいいやってもう言えなくなっちゃってるぐらいの状況にはなってる実は。だけど人件払えない、払いたくない、なので、その安い正社員を、増やしてそこで囲い込み、また非正規も増やすと、こういうふうにしているっていうのが最近の状況で、そこが貧困をすごく増やしているっていうふうに言えると思います。でそこでちょっとショックなのは、今度今最低賃金上がりましたよね。で東京なんかでも1000円ぐらいいくってなりますよね。で良くなったかなっても思う、良くなった部分もあるんですけど、ところがその結果何が起きるかっていうと、ここにあるように、もう大手企業を含めて最賃までになっちゃう会社が増えてきている。これまでがもうギリギリ安く 最低賃金レベルで使っていたので、最低賃金が時給1000円もしてくると、もうちょっと最賃までになっちゃうんですね。で一生懸命上げなきゃいけないのに法律違反になっちゃうもんですからっていうことで、このエンジャパンっていう会社が調査を去年9月にしたらば、ですね、最低賃金を下回るため、最低賃金額まで賃金を引き上げますっていうのがオレンジのところで、これが 24%、 それから最低賃金を下回るため最低賃金を超えて賃金を引き上げますというのが、ちょっと濃いめの黄色で、つまり両方足すと、24+17% だから4割ぐらいが最低賃金を実は下回っちゃう状況にあったことがこのほど分かったっていう、すごいショックなことが起きています。でもちろんここは非正規も入っているので、まあそれはしょうがないかなって思っちゃう人もいるかもしれませんけど、実はそれがですね、そうでもない正規も結構入ってるっていうのがだんだん分かってくるんですね。これが今ので最賃アップを受けて、最賃下回ってるから最低賃金まで引き上げるが 24% で、下回ってるから超えてあげるが 17% で、計 41% がもうこうなったら、賃金上げざるを得ないぐらい元々が安かったっていう状況になったことが分かるわけですけど、最賃ギリギリだったことが分かるわけですけども、ですね、
従業員1000人以上の企業でも最賃を下回っているために賃金を引き上げますというのが 64% もあるっていう、だから大手企業行ったからもういいってもんじゃないよねっていうような状況ぐらいまでひどくなってるっていうことです。で、正社員なら大丈夫だろうっていうことについてはこれですね、正社員でも最賃割れっていう事態も起きていると。最も影響を受けているのは高卒の初任給で、東京都の最賃は1072円になったとして、単純に試算すると月17万1520円ということになるわけですが、三郎総合研究所というところの調査では高卒初任給は17万3032円ですから、もうギリギリっていう感じです。で、企業別で見て、大企業で17万620069円で、中堅企業は17万1470円で、中小企業は17万2077円、まあ、こんな感じになっているわけですね。なので、この、 最賃ギリギリかまたは最賃以下っていうのが正社員でも高卒初任給だと出てきている。で、先ほど申し上げたように、親がそんなにお金がなくて大学に行けなかったっていう人が、の場合にはみんなここのところに入ってきちゃいますから、正社員になってよかったねって言って見てみたら、もう最低賃金すれすれで非正規とあんまり変わらないかもしれないっていうような状況で働かされていることが分かります。で、無雇用なので安定はしているので、まあ、非正規よりもいいかなっていうのはそうだと思うんですけど、問題は最近は、辞められちゃうと手がもう人が入ってこなくなるので、何やってるかっていうとですね、辞めるっていうと賠償を取るとか言って落とすんで会社が出てきてるんです。で、正社員は、ずっと無雇用の契約なので、辞めるなどというお前は契約を破っているっていうふうにですね、皆さんは正社員の経験が多いから、そのええー、って思うと思いますよね。正社員は辞めていいんですよね、当然ながら。辞めるっていうのは労働者の権利ですから、辞めていいところに移っていくことによって待遇を上げていくっていうのが労働者の権利なので、辞めちゃいけないなんて奴隷と同じですよね。ところが若い人はよく労働を知らないもんだから、そう言われるとびっくりしちゃってですね、そっか、確かに無雇用だよね、契約って破っちゃいけないんだと思って慌てまくってですね、で、賠償金に1000万とか5000万とか本当に言われる例があるんですよ。で、辞めちゃいけないんだと思って労働局に相談に行ったら、労働局の人がそんなことはないですよ、辞めていいんですよって言われて、そうなんだと思って安心するっていうような事例が出てくるということで、無雇用が権利じゃなくて義務になってるんです。もう全てがそうなんです、今の労働の現れ方が。労働組合が出生率が 17% 切ったりして非常に弱くなっているので、労使の関係の中で使用者側が圧倒的に強くなっているんですよ。その結果、労働者を守るためだった労働法までもが労働者の義務になっているっていう異様な事態が起きていて、そうすると賃金交渉でも不利になってきますから、いくらで働けって言われて交渉はできない。しかも組織されてませんから、労働組合で集団交渉で上げるっていうことが本当に難しくなって、最低賃金ぐらいしか上げてくれるものがないっていう事態に立ち入っている。それが高卒の正社員の賃金であり、非正規の賃金であるということになるんですね。で、2022年の春闘の賃上げでも、高卒初任給が最賃にも達していないというのが結構出てきていて、連合の2020年、22年春闘の企業内最低賃金の回答集計、去年の7月によると、製造業の回答額は16万5962円ですから、金融保険だけは結構いいんですけど、このように製造業なんかではもう最賃割を下回る状況になっているという数字まで出てきています。これについて労働政策研究研修機構の荻野さんっていう研究者の方がいるんですけど、この方が産業別労働組合の高卒初任給を所定内労働時間で割ると時給換算で900円半ばになると、すごいですよね。地域別最賃が時給1000円になると下回ることになりかねませんって、警鐘を鳴らしています。で、実は最低賃金っていうのは60年前にですね、最賃が始まった頃に中卒の初任給水準でいこうねっていうことで、これは業者同士の協定だったんですね。だから労働組合入ってなかったんです。業者同士でやっぱり最賃はいるよねってことまではなくて、中卒の初任給をみんなで申し合わせてこれぐらいっていうふうにやっていたのが出発点です。でもそれだとなかなか上がらないので安すぎるので、じゃあ労働組合もちゃんと入って公労使の3社でと今の方法の審議会方式になったのが68年です。ところがその後しばらくは最賃やって上げてきたんですね。
しかし今やその水準が高卒初任給を下回っちゃうぐらいに、なっているということで、60年前の状況に逆戻り。つまりこれ何を言いたいかというと、憲法で保障された人間が生活していけるような労働の水準っていうものが、これまではそれなりに上がってきていたわけですが、憲法概念が衰弱するのしていく中で、労働もやっぱり影響を受けているとしか言いようがない状況になってきていて、それで逆戻りを始めているっていう状況です。なので今最賃を上げなきゃ上げなきゃっていうふうに一生懸命運動をやってるっていうのは、もうそういう危機感がやっぱあってですね、それ自体は間違ってないし、落ち直すかもしれませんが、しかし今度はさっき言ったように、最賃の時給が上がっていくと、それに合わせて細切れの、その短時間の労働をどんどん増やしていくっていう形になるので、年収に換算しちゃうと年収は下がっている、人が結構増えてる、それが日本の今の貧困状況を生んでいるっていうことになるわけですね。でもう一つは、これはそうですね、実質賃金が下がり続けたっていうことで、他の国はみんな、大体いろいろ移動があっても右肩上がりで上がってきているわけですよね。でところが日本の一番下の赤いところだけが、大きいトレンドで言えばじわじわ下がり続けている。これが1997年を起点にすると、そういうふうな数字になってくるっていう調査結果が、よく知られてるグラフですけど、最近なってきたってことですね。で、よくちょっと前まで言われていたのは、グローバル化だから安い賃金がどんどん人がどんどん入ってきて、みんな賃金が下がっているっていうふうに説明されていたんですよ。しかしこれ見て分かったことは、他の国だってグローバル化だから、下がっていいはずじゃないですか、だとしたら。ところが日本だけ下がっていて、他の国は右肩に上がってるんだってことがバレちゃったっていうのがこのグラフなんですね。つまり日本は非正規を極端に増やし、しかもそれがほとんど守られない状況で、ヨーロッパなんかだとですね、非正規ってまず基本的には非正規っていうのはいない、パートはいますけど、あと外国人の能力は安いです、結構やっぱり差別になってます。でも、パートは安いってことないんですよね。パートは時給は仕事が同じなら同じじゃなきゃいけないっていう均等待遇がしっかり EU の中で決まっていますから、短くしか働かなければ短い労働時間の分しか確かにもらえないけど、でもそれを伸ばしていけばちゃんとまともな賃金になるんです。だけど日本の場合、もう非正規だとかパートだっていうだけで半分ぐらいの賃金になっちゃうんです。最低賃金すれすれになっちゃうんです。つまり均等待遇がないんです。仕事の内容を見て上げていくんだっていうのがない。で、パート有期労働法っていうのはやっと最近できて、それでは同じ内容のことにしなきゃいけませんって一応書いてあるんですね。仕事が同じだったら同じ内容、同じレベルの賃金にしろっていうことは書いてあるんですけど、そこの問題点っていうのは、例外が2つ入っていてですね、その転勤や移動がない、つまり人材活用の方法が異なっていれば、安くてもほぼ同じ仕事でも安くても構わないって書いてあるんです。つまり主婦パートっていうのは家族がいるから、なかなか転勤とかできないからパートやってる人多いんですよ。でそういう人たちが、店長と私は仕事がそんなに変わってませんみたいなことを仮に、言ったとしますよね。実際それでも あって、副店長みたいなことやってるパートの人って結構いますからね。ところがその人が言ったときに、あ、でも君は、転勤できないでしょ、店長は転勤できるから、だからこの差はしょうがないよねって言ってもいいかのようなことは書いてある。抜け穴ですよね。だからもう一つは、その他の事情も加味していいって書いてあるんですね。その他の事情っていうのも裁判所はしっかりしていればそう簡単に認められないと思いますが、例えば定年の、つい前に、定年のトラック運転手さんの賃金差別訴訟があったわけですけど、その時に定年だから、その年金が来るまでのつなぎの仕事だから従来 の、その世帯主の仕事とは違うって言われて、賃金の差が合法化されている判断が出ました。仕事は全く同じだったんです。これはすごい分かりやすい例で、絶対勝てると思ってたんですよ。そしたらその他の事情っていうので、年金までのつなぎなんで、その前の、正社員の世帯主の働き方とは違うから、だから悪いけどこの人の賃金差を出るのはしょうがないねって言って廃止しちゃった。だからそれをまま引き継いでパート有期労働法の中に入ってしまっているので、そうすると、そこが抜け穴になって、裁判官に見識がないと負けちゃうことになりうるということになるわけですね。ただ均衡には配慮しろって書いてありますから、
似たような仕事だったら賃金は近づけなさいって一応書いてあるので、そこをちゃんと守ってくれるような裁判官だったら書けるかもしれないけども、分かりやすく同じ仕事だったらない賃金っていうのとだいぶ違うものになってるっていうのは間違いない。特にそれはさっき言ったようにパート女性には非常に無理になってきますから、パートの人を増やしていけば賃金権安くできますっていう構造になっています。で、実際春闘でパートの人たちに聞くと、今言った人材活用の方法が違うからって言われてなかなか上げてくれないっていうのが、まあ政教老齢の人もちょっと言ってましたけど、そういうようなことが起きてますっていうようなことで、いろんなところにですね、賃金安くする抜け穴をいっぱい入れ込んであるんですね。だから一見もいろんなことやってすごく良くなったって良くなるはずって思うんですけど、それがうまくいかないようにいろんな仕掛けをしてあるわけです。その穴を知って塞いでいかなければ賃金は上がらないんですね。塞ぐ方法を知っていれば塞げるかもしれないけど、全然ニュースでそれやらなくて、今日本もどちらどちらにできましたとか言って宣伝するだけなので、みんな塞ぎ方を知らないために結局上がっていかないっていう非常にまずい状況にあるわけです。ということで非正規になってしまうと、せっかくパート有期労働法ができたんだけど、それをよっぽどうまく活用しない限りは放っておくと前と同じような状況が続く恐れがあるという形になります。で、ですね、そのようにして非正規が増えていったわけですが、左側がこんなに増えちゃったよねって、87年は 16% しかいなかった非正社員が、40% まで増えちゃいましたというのがこのグリーンの棒グラフですね。で、その一方でこのように内部留保、この折れ線グラフが内部留保なんですけど、一番上の紫のところっていうのは内部留保ですけど、これがどんどん右肩上がり上がっている。これ当たり前ですよね。だって人件費をどんどん押し下げていければ内部留保増えるのは普通なのでっていう、そういう構造になっているのが冒頭に申し上げた、雇用の数は増えてるし企業も利益上がってますよと主張が起こるけれども、それは賃金政策によって内部留保を出るような形にしてあるためにそうなったのであって、決してそれがこの、利益が増えたから賃金に上がらない反映するってもんじゃなくて、むしろその逆で反映しないようになってるから利用が増えるんですよっていうふうなことになってるわけです。で、そこのターゲットが女性と若者なんですっていうことですね。どうして女性と若者がターゲットになりやすいかっていうと、一つは若者は正社員であっても入って間がないので、会社の中で強い態度出られないってことがまずありますよね。だから分配をする過程で若い人はといって、まあ、初任給安くされちゃったりするってことが起きるってことがあります。女性は家計補助だからって言われて、ほとんど、しかもさっき言った子供がいるから正社員みたいな長い労働時間できませんって言って非正規に行くと最賃レベルになっちゃって安くされる。それから、まあ企業の中の正社員であっても一般職とかいう形で転勤ができなきゃ一般職ねって言われて賃金が上がらないコースに入れられることもある。それはだいぶ前からそうですね。均等法の時からそうです。そういうような形で社会的にこの人たち安くても構わないよねと言われている人たちのところに集中的に知らせが来ています。でもそうは言ってもその結果その人たちをどんどん増やしているために、4割までそういう人たちが増えてしまった結果何が起こるかっていうと、4割まで増やしたら当然全体の賃金水準、人件水準は下がりますよね。で、正社員も交渉しにくくなるんです。なんでかっていうと、お前とほぼ同じ仕事を半分の賃金でやっている人がいると言われて強力に労使交渉はできますか。おとなしく言うことを聞けば正社員にしてあげると言われて非正規もその強力に対抗できますか。だから2つの分裂が起きてしまったことによって、しかもその分裂の、非正規の部分が4割というものすごい数5人に2人ですよ。そうなっているがために賃上げ交渉がものすごくしにくくなっているんですよ。ですから非正規がかわいそうとかいう話は全くもうなくてですね、それをこんなに増やしちゃったがために上がらないのはあんたらやでっていう、そういう状況になってしまっているのにみんな気がつかなくて、よかった正社員でって言ってるっていう、すごく変なことになっているのが今の状況です。ですから若いもう年功賃金も昔若者が我慢していたのは年功賃金で我慢してれば上がると思ってたからですよね。で、女性が我慢していたのは夫からお金もらうしかないからしょうがないやなと思って我慢してたんですね。だからあんまりそれが大きな声にならなかったけど、今はもう若者は、我慢していても年功賃金がなくなっているので上がらないんですよね。で、下手すればそれこそなんちゃって正社員なんかだとずっと寝たきりで正社員だけど最賃並みってさっき言った状況が続く会社もあるんですね、本当に実際。
なんですよ。で女性は、ずっともう非正規っていうのが増えてくる一方になってますから、で最近女性の正社員ちょっと増えてるんですけど、実はこの中で結構増えてるんですね。でもそれはさっき言ったように人手が足りないから無期雇用で縛って、それで食い止めるっていうために非正規化してるんです。で増えてるのはどういった人かって調べてみると、コロナ禍で増えた正規正社員女性の3分の1は介護です。で介護は条件悪すぎるからみんな辞めちゃうので一生懸命正規正規って言って囲い込んでるんですよ。でもう一つは生命保険みたいな形でですね、もともと非常に条件悪くてノルマ達成できないとお金がちゃんともらえないっていうぐらいの人たちって結構正規でもいるんですよね。そういうふうに聞くと驚くかもしれませんけど、結局財閥系の生命保険とか損保とかっていいんじゃないっていうふうに思ってるので、私もそう思ってたんです。そしたら教え子の、女子学生が、卒業してから数年経ってなんかどっかの某著名な、財閥系の、ですね、生命保険に入ったので「すごいじゃあ」って言ってたんですよね。出世だねとか言ってて、1年か2年経って会って話聞いて「どうしてる?」って言ったら「今キャバクラでバイトしてます」って言うんですよね。昼間はその生命保険会社にいるんだけど、夜はお金が足りないからバイトしてます。どうしてかっていうと、ノルマの達成が厳しくて歩合制になってる。だから歩合達成できないと、10万とかそれぐらいしかお金が月に来ないので、しかもそこから社会保険に行かれたりするからもう大変で、しかも毎日毎日ノルマノルマって言われてもうすごく苦しくて精神的になんかダメージ受けてると。で、まあ、しょうがないから夜行って、キャバクラでちょっとバイトしたこともあってと言ってましたけど、そこで稼ぐ、補填するしかないっていうダブルワークになってますって言うんですね。でしばらくしたら彼女はついに辞めてしまいました、生命保険会社の方を。っていうそういうような形で、で結婚したって言ってました。でも結婚しても夫の賃金がそんなに高くないから、エステかなんかに働きに行って働いてますって言ってましたけど、そんな感じなんですよ若い人たちの状況って。だから私見えないんです。特にもそれが当たり前と思ってるから、おかしいですとかならないんですね。正社員になっただけで嬉しいですとか言っちゃったりするんですね。だから見えてこないっていうのは今のすごい問題なんです。でこれのように総じて非正規が増えていった結果 17% を切るという事態になっていくっていうのがこのグラフです。これは、棒グラフが、これは労働者の数で、数はですね、これちょっと平成元年からだからあんまり分からないんですけど、もっと昔から、見るとすごく数増えてるんです、労者の数は。でも一方で組織率はどんどん下がってるんです。どうして労者の数が増えてるのに組織率が下がるの？それがさっきの岸田さんが自慢した数は増えてますっていう話に通底しておりまして、なんでかっていうと増えた分っていうのはサービス産業の方の、低賃金労働とか非正規労働が増えてるからですね。結局日本の産業構造変わっていてサービス産業化してるんです。でもサービス産業化するのはそれでいいと思うんですけど、そこの部分を食べられるような賃金水準にしたりとかセーフティネットに貼ったりしてちゃんとしなきゃいけないわけですよね。それを全然ちゃんとしてなくって、サービス産業は安いからねとか言ってほったらかしにしてある。でそこをほとんど女性の非正規が埋めてるみたいな状況になっていて数は増えてる。でしかし非正規ですから組織はすごいしにくいです。だって半年とかなんかで契約切れちゃって労働組合に入りたいですって言ったら、あそうじゃあ次契約更新なしねって言われる恐れがすごくあるからですね。非正規がすごく大変だっていうのは、単に低賃金とか、契約が短くて不安定だというだけではないんです。そのような形で、その労働組合に入って権利を行使しようとすると、次の契約更新がされなくなる。これが非正規の特徴ですよね。だから非正規の人は怖いからあんまりなんか権利主張しないようにするんですよね。ではっきり言って賃金って労使交渉しなきゃ上がらないです。そう言うと皆さんはもうすっかり労使交渉で上がるという習慣を失っているので、えっていうような顔をする人は結構いるんですけど、実際上がりませんよ労使交渉しなきゃ。仮にだって皆さんが経営者としてください。それでみんながニコニコして静かにしていてすごい安い賃金で気持ちよく働いていたら絶対あげませんよね。私は少なくともあげません。なんとうちの従業員はいい人たちなんだと思って、私の人柄がいいからかなとか言ってですね絶対あげないです。なんであげるかっていうと、やっぱり従業員の方からうちちょっと水準安すぎますよねとか、頑張ったんだから少し上げてくださいよとか、こんなに安いんだったら転職しちゃうぞとかいろいろ言われて、だけど
はケチだとかいろいろ言われるとですね、なんかそんなことないわいとか言ってあげたりするじゃないですか。そういうのが経営者ですよ、やっぱり。でいい人に辞められたくないから、まあ、あげるかとか言って、でそれであげる。黙ってればあげないに決まってるじゃないですかっていうことですよね。気分いいですからね、絶対。単純な利益はどんどん増えるし、でなんていい人出したのって言ってればいいだけじゃないですか。だから、その賃上げ交渉しなきゃ上がらないんですよ、そもそもが。じゃあ一人でやればっていうふうに言われると思うんですけど、でも一人でやればすごい勇気がありますよね。あ、そう、あんたあげてほしいの、じゃあ特に非正規は、じゃあ次契約更新しないよね。で正規でも、なんでそんなに大変なこと言うのとか言って、大して働いてもいないくせにとか言われて左遷されたりする。だけど労働組合があって、それでみんなで一緒に、みんなでもってやめてやるとか言われたらですね、しょうがないなと思ってあげるでしょう。だから集団交渉って結構大事なんですよ。人間の本性ってそういうところあるじゃないですか。みんなでやれば怖くない、赤信号みんなでやれば怖くないって、これよくバカにして言いますけど、すごく大事な教えですよね、これね。それができるのが労働組合なんですよ。だからどんなに雇う側が力が強くて、お前が雇ってやってるんだって言ったとしても、従業員全体の集団でちゃんとしなきゃやめますとか言うと、やっぱりちょっとやばいかなって思ってあげるっていうのが設計者心理ですよね。それがなくなっちゃったっていうのが今の状況なんですよ、実は。なくなっちゃったっていうと、頑張ってる労働組合の人に今日癒してますけど、悪いので頑張ってるところもあるので、その人たちは頑張ってやってるから上がったんです。だけど、何もあんまりしてない、またその組合がないとか非正規で入れないとか、そういうところの人たちにとっては上がらないから、それがかなりの数を占めてるのがこのグラフから分かりますからね。 17% 切ってるわけですから、とすると、上がらない。そういうメカニズムが全く人々に知れ渡っていなくて、なんか転職すれば上がるとか、そういうこと言うじゃないですか。雇用が流動化してないから上がらないとか、あれ割と嘘ですよ。どうしてかっていうと、日本のように、同一労働同一賃金がちゃんとしてなかったり、資格を取ったからといって上がるわけじゃないっていうような労働市場の国にとっては、いくら資格を取って転職しても、その先が上がるとは限らない。むしろ一つの会社の中にいて圧力を強めて、上げろ上げろって言った方がはるかに上がるんです。それが嫌だから流動化しろすれば上がると嘘を言って転職させようとするんです。転職しちゃえばだって目の前にいなくなるからいいじゃないですか。うるさい人はいなくなると、これは転職の雇用流動化の真の意味です。で外国人労働者が都合のいいのもそれです。最近の技能実習生があんまりひどいから頭に来てあげろって言うと強制送還されたりしますよね。実習終わりとか言われて、あれ本当便利ですよ。文句言った人は目の前にいないようにできるからです。見ぬもの清しです。そういう労働者さんを取っているので賃金上がるわけないんですよ、っていうことが、分かってないってことが分かんない理由です。分かんない、私はかなりもっと上がると思います。だから原因はっきりしてるし、対策もはっきりしてるんですよ。こうなってますよというのを知らせて、みんなでできる限りできる人は労働組合作るなりなんなりして圧力をかけるっていうことをすれば、もうちょっと上がるはずですっていうことですね。で、このような状況が起きた理由に次行ってみたいと思います。どうしてこのような状況が起きたのかっていうことですけど、非正規化によって労働組合の組織率が低下したと言いましたよね。もう一つには見えない原因があるんです。非正規化は割ともう言われるようになってきて、さすがにあまりにもひどいのでみんな知ってはいる。でもそれが一体どういう意味を持っているかはあんまりよく知らないから分からないんです。で、もう一つのが次のボツです。産業別労働組合を潰してしまった。おかげで企業内の正社員しか守れないような組合しか今ほとんど残っていない。これです。で、これは企業内でも組合があればないよりずっといいです。なので企業内論争がダメだという気は私はそんなにないんですけど、でも企業内論争がなかなか威力を発揮できない理由というのもあるんです。確かにそれがあるために産業別労働者は潰していったんですね。それはちょっと後でご説明します。それから日本の労働組合は労働契約の適用率が低い。これどういうことかっていうと、海外の労働組合、特に欧米の労働組合がですね、特に欧州はそうですけど、どっかの労働組合で労使協定を結びますよね。で、賃上げするとか条件良くするとか決めますよね。そうするとその業、会社だけじゃなくて、その業界だけじゃなくて、それに関係しているたくさんの、労働者たちのところにそれが適用されるんです。フランスなんかですね、9% ぐらいしか労働組合いないっていう異様な社会って私は実際思っちゃいますけど、だけど労働契約数が8割、7割なんですよ。
だからその人たちが結んだ労働協約が7割8割の労使に適用されちゃうから結構力が強いんです。日本は労働協約率がほとんどないですけど、ものすごい低いです。でも決めた当事者のしかしほとんど適用されません。最近ちょっとそういう例が地域でできましたっていうニュースになりましたけど、それぐらい日本は労働協約の適用率が低い社会なんです。組織率も低くて適用率も低かったら労働組合影響力なんか行使できるわけないし、そこでもって条件を上げたらあれはあいつら自分たちだけよくてやってるって言われちゃうので、だから労使用語っていうふうに非難されちゃって気の毒なんです。それがそこでいい条件取ればみんなに行くと思えばそんなふうに言われないじゃないです。それが日本のさっき言った産業別労組を潰したりとかいろんなことやってきて、長いことかけてやってきた仕組みの転換がここへ来て非常に有効に作用しているということなんですね。で、まあ、もう一度言うところの4つ目のコツ、赤いところですね。非正規の真の問題点は労働三権からの排除ですということをもう一度申し上げます。つまり労組に加入しなしにくいので、労組を労働組合に作る権利が阻害されています。それからその結果労働組合について行う団体交渉もしにくくなっていて、団体交渉権も排除されてしまいます。その結果ストライキ等の団体行動権というのも使いにくくなっていて、労働三権というのは労働組合を作る権利、団体交渉する権利、ストライキとか団体行動する権利3つあって、それを使って働く人たちは労働権労働権を向上させていくっていうのが基本的な原則なんですよね。非正規5人に、2人の人たちはこれを全部ある意味非常に行使しにくくなっているんです。でこれは憲法で認められた権利です。憲法27条で認められているのを5人に2人が非常に使いにくくなっているという恐るべき事態に私たちは立ち至っているのに、みんなそれが当たり前であるかのように思い込んでいる。これが日本の賃金が上がらない大きな理由ですということですね。はい。で、賃金は労使交渉なしでは絶対に上がらないという大原則さえ忘れ去ってしまった日本社会、それから会社の中での発言権が弱い派遣労働者とか、あとは契約労働者とか若手正社員とかの要求が通っていかないシステムがこれです。企業内だけですってやってますから、横断的にいろんなそういう弱い人を集めて声を強くしていくってことができなくて、企業の力関係がもろに作用しちゃうのが企業内組合なんです。だからないよりはもちろんいいんですけど、その中での力関係がもろに響いてきてしまいますから、企業の中で弱い立場の人はその労働権を上げろ、労働権を行使がしにくくなっちゃうという、そういう実態が今あるわけですね。プラスアルファ今すごく怖いのは、さっき言った、新中間層と言っていいんでしょうか、フリーランスとか個人事業主、そういう人たちへと労働者がさらに置き換えられていっています。派遣も契約社員も若手の社員も含めて、一応労働契約を結んでいるから労働者です。弱いけどですね。しかしその労働者じゃない人たちっていうのは、労働基準法も、労働契約法も労働組合法も何にも使えないんですよ。だって労働者じゃないから、ただの、事業主なんですよ。会社の社長さんみたいな扱いなんです。本当は社長でも何でもないのに。で本当の社長ならまあいいですよね、立場強いですよ。でもここにある個人事業主っていうのは一人親方一人ですから、それが個人で会社と契約を結んで、仕事させてくださいよって言って下請けみたいな扱いで仕事をもらってくる仕組みになっているわけですね。ですから有名なウーバーイーツっていうのもアマゾンも配達の人の多くがこのような個人契約の形になっていて、労働者じゃないっていうふうに会社は見なしている。そのために労働権で守られないわけです。さっき言った労働三権から完璧に排除されています。派遣や契約がまだ一応労働者ですから、排除されているところまではいかなくて使いにくい、非常に使いにくい、だから事実上排除されているというふうに言っていいと思いますが、このフリーランス個人事業主は本当に排除されているっていうかですね、だって労働者じゃないからなんですね。だから今は本当は実態としては労働者だよねっていうことを証明しようとして裁判が相次いでいます。アメリカでもそうだし日本でもそうですっていうことが今起きています。で最近ではアマゾンの人たちが労働組合を作る方を教えてくださいと言ってホットラインに聞いてきたりするそうです。日本でもアメリカでは組合がいっぱいでき始めていろいろ権利を取り始めていますけれども、それを多分知ってということだと思いますが、日本の労働組合の人たちのホットラインなんかにどうやったら組合を作れますかっていうことが、ウーバーとかアマゾンとか個人事業主とされてきた人たちから聞いてきている。
さすがにもう限界に来てるってことですよね。そういうぐらいまでなってきて、これで賃金が上がるでしょうか。でそういうようなところに配置されている人たちの中に若者と女性は結構多いんです。なぜかというと、女性はさっきも何度も繰り返しになりますが、家族がいたり子供の世話があったりいろんなことがあって、正社員とかのような拘束の非常に強い長時間労働のところってやっぱり本当に嫌なんですよね。ウーバーなんかやってる人もあんな死ぬような長時間労働させられるんだったらまだウーバーの方がマシだって言ってる部分がやっぱあるんですよね。だから正社員が悪すぎるんです。正社員から逃げ出した人たちが非正規に行ったら今度最賃で働くっていうひどい状況に今なっていて、フライパンか火の中へっていう状況です。つまりフライパンが熱いからチチ逃げようって思ってパッと飛び出したらそこはガスの火でしたみたいな、そういうような事態になっているということです。これで条件が上がるわけがないということは納得いただいたんじゃないかと思います。でもう一つ、先ほど言いかけて後にって言ったのが産業別労組をどうやって潰したか。これなかなかすごくてですね、古い労働者の人は知ってるんじゃないかと思います。昔は日本にも企業横断型の労働組合、特に敗戦直後にはそのものが結構作られた時期があって、でそれをどんどん潰していったっていう過程ですね。でそのようなものを言う労働組合は、第二組合を作ることによって会社側が排除していったという歴史もありますよね。日本航空をモデルにした沈まぬ太陽っていう映画が山崎豊子の原作で映画にもなっていますよね。でそれで見るとお分かりになると思いますけれども、会社側が代理組合を作って物言う労組をどんどん排除して元の労組にいた人を左遷させていったりするっていう、それも潰していくっていうのがありますが、これは割とよく知られている手法ですね。若い人はあまりご存じないかもしれませんが、私の世代だと「ああ憎みね」とか言ってよく言ってましたけど、それ知られていますが、もっとすごいことが実は今も起きているっていうことをちょっと今日は今からお話ししたいと思います。ですね、まず産業別労組が何で結構強いのか、どうして労働組合はもともとが産業別労働組合で出発しているのかということから説明しないと分かりにくいと思いますので、それから話していきたいと思います。で今実はどういうことが起きているかっていうのをこの「賃金破壊」っていう本ですが、私が、書いた最近書いた本なんです。でこれは日本で、起きたつい最近起きた今を進行中の労働組合弾圧事件についてルポルタージュ風に書いた本です。で、ですね、結構これ売れたんですけど、途中からなんとなく止まり、私はこれを書いたことでネットの編集部の人から排除されたりしてですねでもっとこれ事件続いてるから書かせてくださいって言ったら、あ、カンナマ支部っていう労働組合なんですよ。カンナマか、やめてくださいって言われて、でそれがなんでダメなんですかって言ったら、いろいろあってっていうふうに言われてですね、排除されて、その後そこの編集部は違う記事出しても使ってくれなくなりました。非常に影響大きいですけど、変なことになっていますっていうことですね。でどういうことかっていうとですね、ちょっとこれこの、図を見ると分かりやすいので、これを見ながらお話ししたいと思います。ね、この一番下の横にキューって並んでる、ちょっと指してもいいですか、って言って、図なんですけど、これで見るとここのところが産業別労働組合、つまり企業を横断して組合が組織されているっていうのがこれですね。でこれが今言った関西生コン支部っていう生コン関係の生コンコンクリートの運転手さんたちの、組合なんです。で生コンの運送会社に勤めている、運転手さんたちがその会社を横断してこういうような、組合を産業別で作って、でこの中に日々雇用っていう非常に脆弱な運転手さんもたくさん含まれています。よく労働組合って正社員しか入れないじゃないですか、ひどいですよねとか言って労働組合に批判的な人に言われますが、この組合は会社の枠を超えちゃっているので、トラックの運転手さんみんな入れる、この生コン運送の運転手さんみんな入れるんです。でそれがたくさん日々雇用いるんですね。この黒丸ぐらいたくさんいるんですけど、正社員ももちろんいます。それを全部一緒にして組織して賃上げ運動とかをして、交渉とかをしているっていう労働組合なわけですね。でところがこれみんな零細なんですね。生コン運送会社は零細企業なんで、だから結局この人たちに直接賃上げ交渉しても会社は潰れるだけなんですよね。でどうするか、これが日本の問題の下請け構造ですよ。
日本で賃金上がらないもう一つの理由ってやっぱ下請けが多くて、いくら下請けの人に会社に行ってもそこの会社は体力が弱くて親会社の意向に左右されているので、そうそう賃金の原資が出せないっていう問題っても結構あるわけですよね。ということでここに直接行ってもなかなか出せないなということで、一計を案じてですね、ですね、この上の生コン会社、ここに輸送を依頼している生コン会社に対して交渉しようということを思いつくんです。ただこの生コン会社というのも非常に悩ましいのは、大手セメント会社と大手ゼネコンに牛耳られておりまして、大手セメント会社は安く売れと生コンを、高く買えと言って、ゼネコンは生コンを安く売れと言って、その狭間でいつも買い叩かれているのがここです。こんな業界でどうやって賃上げをするんだと思いませんか。でそこで彼らが考えたのは、これを協同組合にしろっていう圧力をかけて説得をしたりしながら協同組合にしていくんですね。でいろんな会社が入っている協同組合を作るんです。でこれは経産省、私の通産省がですね、会社があんまり数が多すぎて潰れると経営上良くないからって言って、組合作って中で生産調整してもいいですよっていうことを認めてるんです。なのでそれを生かしてこれに協同組合を作らせるっていうことをここはやるわけです。でここの協同組合がこれらに対して、ちゃんと利益出せるようにしろという交渉を組合通じてさせるっていう、そうすると利益がここに落ちてきますよね。いいでしょうか。ここまではちょっとややこしいんですけどね、落ちてきますよね。でこの利益をここはここに交渉してここに出させろっていうふうに圧力をかける。そうすると国家の利益を取り返したこの、組合がこの各運送会社に対して運賃を上げるわけです。で運賃が上がるとここの利益ができますから、そこから賃金上げろっていう交渉にするっていう、非常に無縁ですけどとても有効なことを考えつくんです。でそれができるというのも会社別じゃないからですね。こういう横断型の力を使って、例えばまあここが何か変なことしたらそこにはもう運転手出さないっていうふうにすれば、ここはここからそういう圧力をかけやすいわけですね。でそれを使ってこことここにこれが圧力をかければ、ここに対して言うことを聞かせることができて、でここから利益を落としてきて、それを使って賃上げができる。私これ聞いた時にはすごいなと思いました。本当にこんな組合は日本にあったんだ、ヨーロッパみたいだなと思いましたけど、そういうようなことをやってたんです、ずっと。でそこをなんとか潰したいと思うわけです。ですから産業別労働組合っていうのはですね、なんていうか企業のネットワークじゃない、企業労組のネットワークじゃないんですよ、実は。日本ってそう思ってる人多いんですけど、企業労働組合のネットワークじゃなくって、この業界にいる労働者は全部組織する、会社に関係ないっていう、そういうのが実は本当の産業別組合、言ってみたらギルドみたいなもんですね。職人さんのギルドみたいなもんです。で、そういうようなものを組織したっていうことなんですね。でなんでそうしたかっていうもう一つ理由があって、あまりにもこれ零細なんですぐに偽装倒産とかするんですよ。だから会社別労働組合なんか作ったって偽装倒産されたら終わりなので意味ないんですね。そういう現実的な意味もあって、こういう産業横断型の労働組合にしたのが関西生コン支部です。でこれを潰したいわけですね、この辺の人たちはみんな。でそういうような形で起きたのが弾圧事件です。でそれでですね、どうやってやったかっていうとですね、まあ日々ここにありますように産業別労働組合を生かした2つの規制っていうのは、日々雇用運転士など企業を横断して組織して企業ごとの賃下げ競争に規制をかける、つまり、お前のとこがそんなにあんた のお前の組合のやつらが、上げる上げろ上げろと言ったらうちの会社潰れるぞ、他の会社との競争に負けるぞっていうふうに言うとですね、賃上げやっぱりみんなためらうじゃないですか、社員って他の会社との競争に負けるぞと言われて、それでもやってくれって言える会社はあんまりないですよね。しかしこれは産業別になっているので、産業全体で上げろって言ってますから、他のとこも上げることができるっていうか、競争を規制できるわけですね。うちが潰れるって言えなくなっちゃうわけです。だってみんな一緒に上げるわけだから、そこ上げをするわけです。つまりだから産別は結構強いんですよ、産業別労働組合って。賃上げ力が割と強い、うまくいかせばね、でそういう機能を持ってる。ですからもともとヨーロッパなんかでは最初はみんな産別から始まっているってことですね。それで、ですね、例えば日本の女性労働力が低いってよく言われてますよね。それから子供がいると長時間労働で働けないってさっきも言いました。これを神奈川支部は全部解消したんです。
全然あれですよ、なんか女性運動なんか何も知らないようなおじさんたちって悪いですけど、そういう人たちがなんでできたかっていうと、組合の人は全部面倒見るってことにしてるので、男であれ女であれ条件を上げるんだってことになってて、でしかも、そんなに労働時間短縮なんかしたらうちが潰れて、他の会社で負けるっていうふうに言われないじゃないですか。この仕組みになったら産業全体の労働時間を短くしてあげるだけでしょ。だから早く帰れるようになったんです。週休2日も取ったし、それから9時5時大体働けるっていうふうに仕組みにして、で急な残業を断っていいっていうふうに圧力でかけて言ってるので、結局保育園にお迎えに行かなきゃいけないシングルマザーとかって結構たくさんいてですね、でその人たちが、その5時に帰れる、で急に残業を言われても、うちはちょっと急だから悪いけどダメですよって言って断れる。それからすごいびっくりしたのは、セクハラにあったっていう運転手さん、女性の運転手さんがいてですね、午前中にセクハラにあって組合本部に電話して、こんなひどい目に遭いましたって言ったら、組合の人たちが、うん、それはひどいな、よし、午後からストやって言ったっていう、信じられないことをしてた時期があるような、ものすごい戦闘的なって言ったらいいのか、ちょっと私も聞いて、何それ言ったら、私もでさえ思っちゃうような組合だったわけですね。だから女性の条件も非常に良くて、シングルマザーの500万円年収で取れる、600万円取れるとか、そういうことをちゃんとやってた組合なんです。で、それが潰されるわけですね。ということで、どうやって潰したかということですが、これがその年表になっていて、まあ、いろんなやり方するんだよ。煩雑なので簡単に、言いますけど、2018年の7月ぐらいから弾圧が急に始まっていくわけです。でどうやってやったかっていうと、協同組合の人と、労働組合の人が一緒に、大手のゼネコ、セメント会社、ゼネコンですね、藤田だからね、ゼネコンに行って、うちの生コンを買ってくれませんかっていうふうに営業をかけた。そしたら、それは営業ではなく、恐喝未遂だって名前を付けられて逮捕されます。そして、他にもその威力業務妨害とかですね、恐喝とか、ほとんどそのような労働関係の運動に全部刑事事件の名前を貼り付けて逮捕していくんです。本来、労働法があるので、ですね、労働三権の行使については刑事事件にしないっていうことが書かれているわけですよね。例えばストライキって言ってみたら、威力を持って業務妨害するわけですから、普通にやったら威力業務妨害なんですよ。でもその目的が労働条件の向上のためという社会的にプラスになることをしているという、ちゃんとそういうことが証明できれば、それ労働組合がちゃんとやっていると暴力団じゃなくてということがちゃんとしていれば、免責されるから罪にならないというのが原則なんですね。だからみんなストライキができるし団体交渉もできるわけですよね。ところがここはそれ全部無視した形で、ゼネガストライキっていうのをこうやったらですね、それは威力業務妨害ですって言ってバーッと逮捕で、しかもその現場で逮捕じゃなくて調べ上げて後になってから大量に逮捕していくっていう非常に陰湿な形で逮捕されていきます。それから、他にもまあそういった形で団体交渉したら強要未遂とか強要とかで、一番ひどかったのは、あれですよ、子供のですね、保育園に入れなきゃいけないっていうお父さんがいて、で就労証明書ないとそこ入れないじゃないですか、保育園ってね。だから就労証明書出してくれって言ったら、会社が嫌がらせで組合に入りやがったから出さないってはっきり言わなかったけど、そうじゃないかなって思われる感じで、毎年出してるのに出してくれなかったんです、組合に入ってから言ったら。だからおかしいじゃないかと言って交渉したんですね。で、まあそういう組合ですから、おかしいじゃないかなとか言ってガーって言うっていうわけですよね。それが恐喝だと、恐喝だって言われて逮捕される。で、後で恐喝未遂になるんですが、なんで未遂かっていうと、ついに就労証明書を出してくれなかったので恐喝未遂だって言うんですね。びっくりの罪状で逮捕されて裁判まで行っちゃうんです。しかもこれがすごい、裁判まで行っちゃうんですよ。でほとんど有罪になったんですよ。今言った、その就労証明だけは無罪になりました。さすがにひどすぎますからね、いくらなんでもね。そんななんかこう、それさえも一審は半分有罪みたいな人もいて、で二審で無罪ですよ、ね。だから要するに、就労証明書なんて当然普通の親御さんだったらともう出してくれって強く言うに決まってるじゃないですか。で保育園の人たちも、今はちょっととりあえずないんだったらお目こぼしでね入れますけど後で取ってくださいねっていうふうに気を使ってくれて、なくても入れてくれたんですね。でそれについて、なくても入れたじゃないか、だからあれは嫌がらせの恐喝未遂だって言い
因縁つけて逮捕して起訴しちゃったんです。すごくないですかこれ。私嘘だろうと思ったけど、裁判見てるとずっと傍聴に行くとそういうふうに実際言ってるし、嘘じゃないんですよっていう形で、分かってきたことは、本来なら、労働法によって守られている団体交渉を強要と言い換える、ストライキを威力業務妨害と言い換える、それからコンプライアンス活動といって、会社がこう良くないことをしている、変なこう現場で、汚水を流すとかですね、そういうものを監視活動もこれまでやってたわけですよね。そのコンプライアンス活動で通報したことについて恐喝と言って逮捕する、それからいろいろ環境整備費と解決金というのは結構ドキュメントで取ることがあるんですが、金を取ったから恐喝だと言って逮捕する、それから工場選挙闘争っていうのをやってですね、会社が偽装倒産から潰れるわけですが、その時に労働再建回収しないと賃金が払えないからって言って、よく労働組合の人はその場所に乗り込んでいって再建差し押さえってするんですけど、それやったら恐喝とかとにかくもう全部そうやって刑事事件に言い換えて逮捕を起訴しちゃったっていうすごい事件です。でその結果80人以上が逮捕で、ほとんどが起訴ですっていうすごい事件なのに、マスメディアは一行も書かないです。私がなんかこう妄想で書いてるっていうのもあっちゃうような事態になっていて、で、結構そういう言い換えってね、安倍政権得意でですね、それまでも企業っていうのは大量解雇をリストラっていったりですね、それから安倍政権の時には、カジノ法、統合型リゾート実施法ってやったりですね、オスプレイの墜落事故をオスプレイの不時着水と言ったりですね、それから、集団的自衛権の行使を容認する安全保障法を平和安全法制と呼んだり、とにかくいろんなそういう言い換えが大得意の政権の下で起きた事件です。2018年ですからね、ちょうど安倍政権の時ですよね。だからひょっとしたら例の、あの時の中枢にいていろんなことをしてた官僚の人たちが真ん中にいてやってるんじゃないかという憶測も流れたんだけど、後がないので、その証拠がないので書けないっていうことでしたっていうことですね。でしかも捕まえると院長と副院長をものすごい長期拘留します。これは副院長の人なんですけど、一件で捕まえると、ずっとそれを逮捕して起訴して、細かいのを次々起訴していくんですね。で炎上していくんです。一気にやればいいのに、この小出しにしながら、起訴していく。で、たくさん事件を作ってますから、その事件のたびにこの人はこうやってどんどん新しく、材料が積み重なられる形でもって、交流延長されていくんです。まだ調べがついてないとか言って、一括すればすぐ釈放のはずなのに、一括しないで小出しにしながら、起訴をしていくっていう、そういう方法を取るんですね。だからずっと連携プレーみたいにですね、ここが出てくると次はこの滋賀県警が出てくるし、滋賀が終わると今度京都が出てくるみたいな感じで、関西一元で全部連携プレーのようにしてこの人たちを長期拘留していきます。でその結果ですね、2年ぐらい、拘留されちゃうんですね。そのしかも発端はさっき言ったような、営業をかけて売り込みに行ったことに共謀した、その場にいなかったんですよ、共謀したとか言われて、最初でやられて逮捕されて、他もみんなさっき言った就労証明書を取ったとか要求したとかっていうのを裏で糸を引いているっていうような形で逮捕されていくんです。ちょっと多分信じられないと思いますが、ぜひ本を読んでみていただきまして、営業をかけたりして、でも本当に読んでくれば分かります、どういうことが起きてるのかっていうのは。そういうような形で2年間引っ張られちゃうんです。その間に院長も副院長も交流されてますから指示が出せなくって、で労働組合を解体しようとしたっていうことで、実際調べの中で辞めろって散々言ってたりですね、あんな組合辞めろとか、脱退干渉してるのがちゃんとテープに残ってたりするんですよね。でだから明らかに過ごそうとしてやったんだなっていうのと推測されるっていう、そういう事件です。でしかもそれについて国会と裁判所でですね、国会では維新の足立っていう議員さん、皆さんご存知でしょうか、足立康史という議員さんがこのようなところには破防法を適用すべきだって本当に大声で言ってるのが実際残っています。それから杉田水脈っていう有名な議員さんも、この暴力団みたいな団体のことによって、大量逮捕が出ました、それによってこれほど大きな大量逮捕が出るってことは被害額も大きいんだと思います、なのでこの団体にはその甚大な被害額を全部返還するように要求すべきですっていうのを国会で本当に言ってるんですね。飛躍がすごいですよね。
たくさん逮捕されたからだから被害は大きいんだ、被害は大きいんだからこの団体から金を吐き出させろっていう、そういうことを国会で要求する。すごいですよね、これ。足立さんっていうのは関西圏の、あれです、選出ですっていうことになります。しかも裁判所は最初のうち暴力団だと本当に信じ込んでいたらしく、見に行くと滋賀県警だったかなと思いますが、裁判所に暴力団員に顔が見えないようにするためについたてを置くっていうのをご存知ですか。顔が見えた後は怖いから、お礼参りが怖いからっていうので証言の時に顔が見えないようについたてを置いてやらせるっていうのはよくありますよね。それはついたてが置いてあったと。それでついたてがあって、その間から裁判長がなんかバッて顔を出して中に出してるっていう、なんかほんちょっと漫画みたいなんだけど、そういうような、訴訟指揮をしていた時期があって、それはやがてだんだん分かってきたらしくて取れましたっていう、そういう、弁護団を抗議したっていうのもあってですね。だから本当になんか暴力団だっていうキャンペーンがものすごくって、それでやられちゃったっていうのもあります。で、その前段、今日ちょっと資料から見てますが、ヘイトグループを使って、そこは暴力団だっていうのを大キャンペーンをしてるんですね。でちゃんとお金も出してるっていうのは、そのヘッドグループのトップの人が自分のブログに70万円月もらってましたみたいなの書いてるんですよ、自慢して。だからお金をもらってあそこは暴力団だっていう報道とか、それからいろんなこう、書き込みとか、そういうものをものすごい大規模にやったために、初め神奈川支部とか引くとですね、皆さんちょっと帰ったら引いてみたら何が出てくるか楽しみですが、本当に暴力団だと思っちゃいます。あと作った映像とかで逆さずりにして拷問してるみたいになったっていう、私見てないんですよ、それは探したくて見つからなかったんですけど、誰かが「あそこね」って「逆さずりしさせて拷問するとこでしょ」って言って「違いますよ」って言ったんだけど、それぐらいなんか情報操作が先に効いていて、これも怖いですよね。知らない人はみんなそういう暴力的な人だと、ところだと思い込んでいます。なので土屋徳さんっていう監督さん、ロード映画の監督が、それはちょっとなんとかしなきゃねっていうんで、私がまず本を書いて、こうなってますよってことを明らかにし、今度土屋さんがここからっていう映画を作って、さっき言った女性の運転手さんを主人公にして、その人たちがどうやって労働条件を改善していったかっていう、その組合のまともな運動の仕方っていうのをちゃんと描き出すことによって誤解を取り除こうっていう映画を作っていますので、今上映会やってますから見てやめてくださいっていう、そういうことが起きちゃう。でこれは実はこれも憲法に非常に関係があるって面白い事件ですね。つまり日本ってもともと企業内組合だよねってよく言われてるじゃないですか。日本って日本固有のものですとか言われてるでしょ。これが実はそうではないということが分かってくるんです。いろいろ歴史を調べていくと。でどういうことかっていうと、ですね、戦前日本の労組運動では、企業の別を超えた横断組織は当然であったと。で縦断、つまり企業別や事業所別の組合はイエロー組織というふうに見られていたことが常識であったということをですね、東大名誉教授の岡田さんという人が参考文献の歴史における社会と国家の中の論文で書いています。でどういうことかっていうと、もともとほら海外から入ってくるわけですよね、労働組合って。明治維新の後にだから、その海外はその時さっき言ったようにギルド的な横断的な労働組合産別なわけですから、そんなうちらも作ろうよって思った時には当然産別で入ってくるのが当たり前なわけですよね。だから産別で始まってるんです、実は。でそれはどういう理由で企業別に変わっていったかっていうところに実は治安維持法が結構効いているということです。どういうことかっていうとですね、第一次世界大戦の後で、当時はもう各国は戦争に嫌気がさしてリベラルな社会にしたいという機運が非常に高まっていたこともあって、労働組合を公認するような文明的な国以外は国際連盟に入れません、つまり労働組合を排除するような国は国際連盟には入れませんと言って、加入条件が、労働組合の公認する国っていうのが出たんですよ。で日本はしたくないんですよ、公認なんか。企業が嫌がるし、でしかも企業と政府が癒着してるって皆さん知ってますよね。払い下げしたりして、明治政府と大手企業財閥系は非常に癒着が強かったですから、そして当然嫌がるので、その産別みたいな、さっき言ったような圧力をちゃんと行使できる労働組合なんて作られたら面倒くさいじゃないですか。だからそういうのは嫌がる。だけどそれを嫌がって否認しちゃうと国際で入れないから一等国になれない。さあどうする、さあ皆さんならどうしますかっていう、そういうことになるわけですが、ここで、常滑さんっていう内務大臣が一計を案じまして、彼は横断的組合が階級闘争の原因になると言って非常に敵視していたわけですが、
治安警察法17条の解釈をちょっと変えてですね、横断組合あるいは社会主義者等の外部者がストに関与する場合に、その治安警察法17条を適用して取り締まる。しかし工場内や事業者内の労使だけによるストは17条を適用しない。だからうちらが労働組合は認めてます、連盟入れてねと、こういうことを今井自体を使うわけです。これ日本がよく使う手法、日本政府の得意技なんですけど、つまり対外的にはうちらは労働組合認めてますよ、だって、工場内と事業内の労使によるストは認めてるから、認めてる、つまり企業別組合については認めてるっていうふうに言ってもいいと思うんですね。これはね、だけど企業を横断して企業の外部的なものによる労働組合っていうのは、それは、治安に、敵対するから、治安警察法17条を適用しちゃいますよ、取り締まっちゃいますよっていうふうにして二枚舌を使った。そこから日本は横断的労働組合がどんどん潰されていき、企業別の縦型の組合になっていくっていうことで、実は自然発生的でも文化でも何でもなくてですね、企業を守るために、当時の政権がそういうように、法律を運用してたっていうかですね、法律の解釈を変えてたっていうことですね。全面的に禁止したら分かりやすいんですけど、それやっちゃうと国際連盟に入らなくなっちゃうので、文明国って言われたいと思っていたので、これ今の外務省の人も見てますよね。そういうようなことをしてた。それが、その後の戦争で体制抑制になって、で戦後も引き継がれていくっていう、そういう土壌になってたっていうふうにお考えいただくと、非常に日本の組合の現状が分かります。でもその中でも戦争負けた直後は民主化しなきゃねって言って、その日本の憲法は、企業団型の組合認めてますからね、禁止してませんから、それ使ってやろうやって言ったら憎み作って弾圧していって、最後は最後に残った神奈川省みたいな組合は、暴力団だからというふうに言いふらして、捕まえちゃって起訴しちゃって壊滅状態に追い込もうとしているっていう、それが今の現状です。どうでしょうかっていうことですね。はい、つまりですね、日本の、賃金が上がらない理由っていうのは、非正規を使うというものを増やしていくことによって組織率を下げ、でしかもそこに家計補助ですからとかアルバイトですからとか言って、すごく安い生活的な事実ができない賃金で OK よってみんなに思わせる。なんで OK かっていうと、妻、女の人、夫がいるはずだよねって、夫に面倒見てもらえないよっていうわけですね。で学生バイトはお父さんいるよね、面倒見てもらえないよっていうわけですね。で今夫もお父さんも全然もう機能しない、賃金下がってるので、そこまで面倒見られないから、みんなバイトしたりそれからパートしたりいろいろ頑張ってるわけじゃないですか。でだけどそこのところは夫がいるはず、父がいるはずと言って最低賃金レベルで正当化で続けていて、それを人は不思議にも思わないということの、この詐欺ですね、詐欺的な手法で低賃金を作り出しているわけです。で当事者は文句言えないのはどうしてかっていうと、短期雇用だから文句言ったら契約更新してもらえなくなるのが心配で言えない。それをどうやって乗り越えるかが今 そのユニオンの大きな課題になっているわけですよね、っていうような状況になる。でそのようにして作られた日本の、労働組合はさっき言ったように社会的影響力が弱いです。これは浅見先生というですね、先生、労働法の先生が本の中で作った、グラフなので、このグラフを見ていただくと非常に日本とかの状況が分かるので、ここに持ってきて引用させてもらいました。どういうことかっていうとですね、北欧は社会保障がしっかりしているということ、日本ではそれは知られています。しかしそれと労働組合の関係性はほとんど語られていません。何が違うかというと、スウェーデンもフィンランドもデンマークもノルウェーもベルギーもみんな労働契約の適用率が8割9割は当たり前の社会になっているということが一つ。そしてこのような国は、組合組織率も6割、まあ、前に比べたら随分下がっちゃったんですけどね。でもそうは言っても、6割とか、6割の前後ですね、ノルウェーは少し下がって 50% ぐらいになっちゃってますけど、まあ、北欧3国のあたりは6割ぐらい維持している。つまり労働協約の適用率も組合の組織率も非常に高い社会なので、こういう国は労働組合の影響力が強く、労働者の意見が社会的なルールとして通用しやすいってことです。で適用率が広いってことは、組合がルールを作れるってことなんです。社会のルールを組合が作れるってことを意味しているんです。
だから社会保障をちゃんとやれとか、そういう時に非常に強力な交渉相手として彼らが、交渉に当たることができるので、働く人に有利な仕組みができていくっていうのが社会保障が充実していることの一つの大きな、背中を押す要因となったっていうことがこれ見ると分かるんです。で、次に真ん中の中央ヨーロッパはイタリア、オーストリア、ドイツ、オランダ、フランス、これ見ていただくと組合の組織率は非常に低いですね。黒いところです。こんなの日本と同じじゃんって思うかもしれません。特にフランスなんかはさっき言ったように非常に低いんですよね。 10% ぐらいしか実はない。 9% っていう調査もありますけど、それでそれがですね、しかしこの廃業のところを見ていただくと適用率は非常に高いっていうのがありますね。ですから、組合がどっかで協約を結ぶと幅広い労働者にそれが適用されて、その結果、そのルール形成力があると、組合の影響力が高いってなるわけです。そして一番右側のイギリス、日本、アメリカ、韓国、これは新自由主義が強いというふうに言われていますが、これらの国はご覧のように組織率も協約適用率も非常に低いということがわかります。きれいに符合してますよね。ですから組合の影響力が弱いと、新自由主義がはびこる、またははびこってるから弱いのか、どっちの関係かはちょっとよく分かりませんけれども、そういう状況です。でもそうは言ってもイギリス、アメリカ、韓国はそれなりに何とかしないとまずいということでいろんな手を打ってはいます。どういうことかっていうと、例えばですが、韓国は三要連帯っていう形で政治家とか社会運動家とか労働組合のですね、横断型労働組合、民主労組とかが手を組んでネットワークを作る形で最低賃金引き上げなんかの時に大きな影響力を、行使しているのがありますよね。だから適用率も低い、組織率も低い代わりに社会運動を使うっていう、そういう手法を、実行するっていうことをしたのが韓国の三要連帯のアイデアですね。それからアメリカも非常に厳しい、つまり過半数を取らないと労働組合は作れないっていう、非常にハードルが高いところじゃなくて作れないっていう本当に企業寄りの仕組みになってるわけですが、しかしそれでも、労働 NPO を作った、つまり組合じゃないけど、労働 NPO を作ってそこで社会的な圧力を行使していくっていう方法を作りますよね。だからアメリカには労働 NPO いっぱいありますよね。でそれは財団なんかからお金を引いてきたり、普通の NPO と同じようにしたのは労働条件を良くしていったりキャンペーンをしたり、そういうことをして、企業内の労使交渉だけじゃなくて企業外の圧力を強めていくことによって条件を上げていく、最賃上げていくとか、そういうことを考えつくわけですね。だからイギリスもサッチャーになってから本当にひどいことになってしまったということをご存知と思いますが、しかし、それなりに大変なりにですね、そこもいろんな映画を見る限りすごいなと思いますが、堅牢地下のところとか見るとおおって感じになりますが、でもかなりそれなりにあそこは、その介護労働者と若者とかの緊縮財政反対の大集会を開くとかいった形でですね、働く人とかマイノリティとかそういった人のための条件向上のためのネットワーキング化とか集会とか、そういった社会的圧力を強めるということはいろんなアプローチでやっている社会でもあるんですね。で例えば、なんでかっていうとですね、やっぱりサッチャー以前の労働組合の記憶が社会のそこにやっぱあって、確か BBC の記者に小泉政権とサッチャー政権似てますよねって言ったら笑われて、何言ってるんですか、竹野さん違いますよ先生とか言われて、えどう違うんですかって言ったら、いやイギリスは何度かも言ってもサッチャー前の長い長い労働党政権の時代の遺産があって、それが基礎文化になってるんですよと、ひどくなったとはいえ。だから例えば私もイギリスに取材に行って、あこうなんだと思ったけど、消防士さんがストやってるっていう話が入ってきて、でその私 の友達がそこにいて、でその友達の友達が差し入れに行くって言ってるんですよね、消防士さんのストのところに。なんでって言ったら、消防士さん賃金安くてかわいそうだから差し入れに行くんだって言って、結構みんな差し入れに行ったりしてるっていうのは確かに全然違うなこれはと思いますよね。そういうのはまだ残ってる。だから映画なんかも労働映画いっぱいできてるんじゃないですか。例えばパレードへようこそとか LGBT 映画ですけど、あれは炭鉱労働者と LGBT が連帯する映画なんですよね。他にブラスって言って炭鉱労働者がひどい目にあって、それをブラスバンドで押し替えていくっていう、そういうようなものが商業映画としてちゃんと成り立ちうるっていうのはやっぱり基礎文化があるからですよね。でそういうようなことだけど、日本はそれがまず意識もされてないってことが一番大きいと思います。
よく どうしていいか分かんない、こんなにひどかったらどうしていいか分かんないってがっかりしちゃうっていうふうに言う人いますが、私はそんなにがっかりする必要もないと思うのは、知らないからやらないんですよね。日本がこんな得意な社会になってるってことをみんな全然こう情報の、パイプがないために教えられてないし知らされていないので、これが普通と思ってるので、なんか変だな変だなと思うけど、何が変だか分かんないからちょっとも手が打てないでずるずる自利になっていくのが日本の社会ですよね。だから今日私がお話ししたような基本的な情報がちゃんと広く入っている、それをやはりの行き渡らせる方法を考えて、まあ、広くなくても自分の周りだけとか関心ある人だけでもいいから、その本当に反対する人は、別にしょうがない、当面ほっといてもいいと思うんです。私は面倒くさくても大変だからすごく、でもグレーゾーンでどっちなのかなって思ってるような人たちぐらいまでは浸透させれば、だいぶ、模様は変わってくるはず。それがうまくいってないし、そもそも中核でおかしいなと思ってる人自身もこのようなことはあんまり知らないから、何から手をつけていいかわからないわけですよね。だからやるべきことは、その非正規が多すぎるっていうことの背景にあるもの、つまり家計補助だと皆さんも思ってませんかと。つまり男性の非正規がひどいっていうのは皆さんがすごい反応するのに、女性の非正規って一旦に関心を失うんですよ。でも本当はそこを利用されて、非正規が安くてもいいよね女だからっていうのをうまく利用されて低賃金政策にフルに使われているんだということにそろそろ気づかなきゃいけないんですよね。これ別に私が女性だから女の味方してくれって言ってるんじゃなくって、それこそ全体の時代が悪くなるんですよね、それを放置しておくと。例えば派遣法だって最初はね、女性の働き方がいいんだって言って入れちゃったんですよ。それ皆さん覚えてます？派遣法の最初に許可された業務は全部女性が多い業務です。で私実際派遣法の父と言われる高梨さんという人に取材をして、なんであんなに不安定な働き方を OK するようなことを先生はしちゃったんですかって言ったら、だってさ女の人はね家事とか行くじゃん大変でしょ、だから好きな時に働ける働き方がいると思ったんですよって言うんですよね。それだったら労働時間短縮をちゃんとやれとかどうして言ってくれなかったんですかって言ったら、ええってなってましたけど、であれは悪かったのはね、田中さんその後で製造業派遣っていう男性の派遣まで解禁しちゃった方が悪かったんだよ、俺は悪くないって言うんですよ。しかし労働に色はつかないんですよ。だから一遍派遣法を解禁しちゃったら女の人だけなんてできるわけないじゃないですか。いつもでもそうやって最初の段階ではこれはね、夫がいる女の人向けだから多少不安定でも大丈夫なんだよって言って、ボロボロにひどい法律の制度を入れちゃったのが日本の歴史なんですよ、戦後の。本当は止まってたのに、ということなんですよね。だから今日もその本当の原因というのを考えていただいて、そうするとまず非正規はそこから始めるんだというのが分かってくるし、それからあとは、横断型のネットワーク、組み合わせ難しくてもそれをとにかく作って、社会的な運動を起こすことによって周りから包囲していくというのを圧力をかける、そういうのを作っていくことがいかに重要かということになります。で、まあ、そういう中で若い方たちはですね、なんか自分たちもいろいろ働き方変だなって思うんだけど、誰に言っていいか分かんないし誰も味方になってこないって気持ちに陥っちゃってるんですね。だって本来働く人の味方であるはずの労働関係のネットワークがそれぐらいボロボロになっていて、しかもあっても年配者になんとなく比重が高いような感じ、しかも女性から今男性比重が高いような感じになってるとすると、ちょっともう孤立無縁の気分になっているので諦めちゃう。だから社会運動まで行かないで、なんか泣き寝入りするわけですよ大体ね。一番当事者で一番困っている人がその状態に追い込まれちゃってるってことですね、今の現状で見る限りは。でそんな中で、まあ、例の有名な少子化対策として、子供を持ちますか持ちませんかっていうことを聞くとですね、子供を持ちたいって思う人のうち自分が持つと思うっていうふうに言った人は半分はいるんだけど、そこにはいろんな障壁がある。どんな障壁を挙げてるかっていうと、ですね、金銭的な負担が 69% お金がかかるから多分持てませんって若い人が言ってる。これ17歳から19歳の1000人に聞いた回答です。もう17歳の美空でお金がないから子供持てませんと言っちゃってる子供だから一体言っても泣きそうになりますが、そういうのはやっぱり今言ったような賃金の在り方がやっぱ若い人も分かってるってことですよね。でさらにもっとひどいのは再分配が悪いってことですね。教育の無償化っていうのがあれば賃金多少安くてもその可処分所得で生きていけるんですけど、結局そこにちゃんとお金が来ないような仕組みになっているためにそれもないわけですよね。でだからそれがあったらいいなっていう人結構多い。
それから、子育て世帯の手当や補助金が欲しいなっていう声も、まあ、ある。それから、まあ、育児休暇をもっと取らせてほしいとか、保育所の受け皿の整備が欲しいなっていう人も結構多いというそういう意見もあるんだけど、そういうものをちゃんと担って頑張ってくれるようなネットワークや組織が見当たらないと思っているので、それによってまあ諦めてしょうがないな、こすのやめようっていうふうに思ってしまうということになります。それに加えて、さっきの教育費に関連するかもしれませんが、奨学金負担が非常に重くて、とってもこんなの借りちゃったら、返せないっていうのが実際働き始めて分かったっていうのが、ここに書いてある字がいっぱい小さくてキツキツになってますが、その事例です。都内に住む25歳の女性で、教員になる夢を叶えたいと地元を離れて都内の私立大学に通っている、兄弟もいるため自身の学費と一人暮らしに必要な生活費は奨学金400万円を借りてしまった。教員免許を取り、卒業後は高校の教員として働き始めて、手取りがおよそ20万円なんですって。で、月に1万7千も返済してるんですって。ところがそれまではまだ良かったんですが、その体調を崩して退職してしまった。まあ教員はきついですからね。そしたらば、もう貯金がもともとそんなになかったから、すぐに底をついて奨学金返せなくなって、知人に解体して対応していた。で、学生時代は大学を卒業して真面目に働けば返せるだろうと思っていた。まさか自分が体調不良になって仕事を辞めるとは想像もしていなかったので、真っ先に奨学金どうしようと考え、死んで何とかしなければと思い悩んだことがあったというふうに打ち明けています。ただこの人はその後転職をして、生活は安定しつつあるので少し好転してきていて、ただ返済はあと18年かな続くので、自分が生きていくだけで精一杯で、衣食住、まあ、確保で精一杯、子供なんか当然多分作れないと思いますって言ってるという証言なんですけどね。このように奨学金は返済で借金になる仕組みになっていますよね。貸与じゃない、貸与であって給付じゃないためですね。ここにもちゃんとお金をつけていればこんなことにならない。でしかも大学に行かないと正社員も教員もなれないっていうことがあるので、みんな必死になって借りるわけですよね。その結果これですよね。じゃあ高卒でもなんとかなるんじゃないって思って、なるとさっきみたいに最新レベルで正社員みたいなのがボロボロいるわけですよね。でこういうことになってるんだっていうことですよね。つまり今私たちに起きていることは何もかも逆回りしてしまっている現状。つまり最低賃金は3社で構成した審議会で決めて一生懸命上げましょうねと言っていたのが、実はそれが実態のことには上げられていない、物価高にも対応できていないような状況になっているということで、結局水準から見ると出発点の60年前とあんまり変わらないような実態になってますよねっていうことを、橋なくもさっき荻野さんという研究員の人が言ってましたけど、なっているとかですね。で、働き手に分配が回る仕組みを回復しなきゃいけない。働けば労組に入れて法的セーフティネットが支えてくれる仕組みを誰にも行き渡るような形に回復させなくちゃいけないことが丸一ですね。その一歩として、非正規は入り口規制をする、つまり短期の仕事以外は短期契約を認めない。日本は何でもいいから短期でできちゃうんですよ。それで5年経ったら労働契約法があって、それで超えてなおかつ働くんだったら労働にしなさいって書いてあるけど、入るときにはどこでも非正規でいいわけですよ。だからスーパーのレジなんて典型的ですけど、仕事ずっとあるじゃないですか。どうして仕事がずっとあるのに契約が半年とか1年なんですか。要するにクビにしないようにずっとある仕事を雇う方が人為的にぶつ切りにして契約させてるだけじゃないですか。こんなの本来は不正ですよ、詐欺じゃないですか。仕事は、なんで仕事は切っていいかっていうと、仕事がなくなったらそれはしょうがないよねと、経営者も大変だし、だからそこはクビにしてもしょうがないしっていうのが原則だったはずです。ところが今の日本の短期契約非正規っていうのは、仕事がずっとあるのに勝手に半年とか1ヶ月とかバーってぶつ切りにして、もうぶつ切り部分で契約しろ、そうしなきゃいつも取ってやらないと言って誘い込んで、それでもって1年言うこといかなかったらすぐ契約やっといてね、組合作ったらやっといてね。こんなことしてるってやっぱり普通考えたら詐欺ですよ。作られた非正規なんですよ。それを止めなきゃいけません。だからよくも非正規と非正規なんじゃありませんけど、それは短期契約と分かっているものについて、半年のプロジェクトだからって言って半年っていうのはまああります。それがすごくいいかといったいろいろ問題はまだあると思いますが、でも少なくとも合理的な仕組みにはいくつには合っているってことですね。だからまあ日本みたいにやっぱり入り口じゃなくて出口規制にしろっていうのは最近もついにちっともよくならないから
これが出てきましたよね。それから働き手に金が回るような産業を最低限作ってほしいねっていうのがあって、原発とか武器輸出みたいに全然雇用にならないようなつまんない仕事も増やすんじゃないと、こういうようなことも重要ですね。それどころか働き手が少なくて儲かることばっかしやろうとするじゃないですか。そういう産業じゃないのを本当は政府は作んなきゃいけないはずですよね。それから賃金で買わなくても基礎的な福祉と教育と住宅が公費である、これすごい重要ですね。オランダに行った時に、すごく労働時間短いので大丈夫なんですかって言って、収入も結構少ないんですよ、中流の人なんだけど、大丈夫なんですかって言ったら、うん、でも教科書も少だしとか、家も困ったら固定住宅が安くてあるし、だから自分の収入で買わなきゃいけないものって医療品と、食費ぐらいなんだよねって言ってて、っていう感じで、まあ、もちろん大金持ちはいますからね、みんなそうだったじゃないけど、まあ、中流でそういう安全ネットはそれにあるっていう、そういう意味なんですよね。だからそんなに高い賃金もらおうと思って長時間で必死になって働かなくても、まあ割と安心して働けるっていう感じだよねっていうふうに男性の人でしたけど言ってましたけど、そういうのが本当は人間の幸せのパターンを作る財政だと思うんですけど、それが何？今軍拡ですよ、軍拡。ここについに来ましたっていう感じですね。5年間で43兆円とか言っててですね、それ借金がすでにあってそんな金出せないって、なんかこう教育費とか言うたびにそういう人たちありませんか。じゃあなんでいきなりこんな金が出てくるのっていうことじゃないですか。でしかもそれは必ずこういう、民生にかかる費用を圧迫しますからね、絶対に。しかも税金増税するって言ってますから税金も増えますよね、貸し口とか言っちゃいますよね。こんなにみんなが貧困化して非正規の人に2人もいる社会で、こんなすごいなんかのほうずな異様な軍拡をやるってどういうことだと思いますかってことですね。だから私たちは軍拡より生活っていうキャンペーンをしようと思ったのは、今まで言った長い長い話の末なんですよね。単に軍拡やると、まあ、戦争起こっちゃうから、これもすごい怖くて多分そうなるでしょう。変にやっていれば怖い、戦争やったらもう本当にドミノありますから、それはもちろんもう重要なことで最重要と言ってもいいのは間違いないんですが、それだけではなくて私たちの生活がもうこれ以上貧困化するような変な姿を出すなっていうことも言ってかなきゃいけない時期に来ていて、これを私は、SF 商法と言ってます。軍拡 SF 商法っていうのは何かというとですね、なんかこれ変だなと思ったんですよ。知人にこんなにすごい、軍拡にお金使ってたらさ大変なことになっちゃうよって言ったら、その人ってすごくまともな人で賢い人なんですけど、えってびっくりしててですね、だってウクライナでも戦争があるしねって、これやっぱ何かしないとまずいんじゃないのってなんか割とナイーブに言うので、あんまり考えてなかったみたいですね。義務でだってさ、なんでウクライナで戦争だったらうちらがトマホーク買うの、どういうこと説明してって言ったら、ええって言って、ああそういえばそうやね、まあ、まともな人ですから考えなきゃあかんねんって、大阪人ですからと、そういうふうに言ったっていうことを私が実際つい最近です体験しているので、こういう状態ってあんなに賢い人がこうなっちゃうって何かと思ったら、SF 商法だってことに気づいたんですね。で SF 商法をネットで引くと、どうやって脱出できるか、まあ、つまり SF 商法って密室に閉じ込めて煽って買うといいですよ、今買わないと出遅れますよって言って煽るんですね。いらない高額商品買っちゃうんですよ。で後でゲットを持つっていうのが SF 商法なんですけど、それを防ぎ方は5つって書いてあって、信頼できる人間関係を作る、自分が騙されると気づけるようにする、冷静になった時にどう行動するかあらかじめ考えておく、お得は本当に得か、得かの科が開かないですね、すいません、得かを考える、それから5つ目が商品を買わなかった時の損ではなく買った場合の損を考える、この5番が今私たちが当面すぐにやらなければいけないことです。買わなかったら戦争が起こるかどうかも損ではなくて、買ったことによって今明日私たちの教育費や福祉がどうなるかを考えましょう、その上で判断しませんかということですね。それで判断してもなおかつトマホークをたくさん買いたければ、それはそれで一つの考え方だというふうにあるかもしれませんが、考えてもいないじゃないですか。だって、軍拡は賛成だけど増税は嫌って言ってるんですよ、世論調査が。こんな変なこと矛盾したことってないじゃないですか。じゃあどうやってやるのって言ったら答えられないわけでしょ。これ SF 商法ですよ、明らかに。だからまず信頼できる人間関係を作っておく、さっきの今の友達みたいな感じで、ウクライナの関係どうよって言うと、ちょっと構えるわってなる、この信頼できる人間関係を作ってまともな情報を流すことが1ですよね。それから
自分は騙されてるなって気づけるようにする。それがさっきから言ってる、なんかこういう情報を伝えましょうねっていう話だし、それから冷静なくなったらどう行動するか考えておく、それから文学は得っていうのは本当に得かを考える、まあ、そのための歯止めとしてこれまでは9条があったわけです。9条は戦費に歯止めをかけて生存権や男女平等労働基本権を守るために税金を、そちらの民生の方に回すという仕組みを人々にいつもいつも思い出してもらうためにあった歯止めが9条なんですね。ですから9条だけで成り立っているわけではなくて、25条の生存権はそういう軍備にお金を使わないで生存権に使いなさいというためにあるし、それから、憲法24条の家庭内の平等っていうのは、あの女の人に、その福祉の負担とかそういったものを圧倒的、一方的にかけられるんじゃなくって、ちゃんと社会保障にお金をかけて女性も外でもって活動が楽しくできるようにしましょうとか、そういうことを担保しているわけですし、からまあ27条はさっき言ったようにちゃんと労働権を行使して非正規じゃなくってきちんとどの働きでも労働三権行使して賃金上げられるようにする、そういうようなもののためにお金を使う、そのために9条によって軍備に歯止めをかけるという非常によくできた構成になっております。そのことをちゃんと生かしてもこれなかった私自身もそうですけれども、本当にそのことが残念で、でもまだ崖っぷちですけど間に合いますということで、9条は平和を語るときには戦争の恐ろしさはもちろんですが、それプラスそのために準備をすることによって無駄金遣いを使うことによる恐ろしさということが合わせて語っていくようにしていきませんか。そのために私たちが今やっている、今日岸山さんも一緒にやってますけど、軍拡より生活キャンペーン、まだチェンジオイルも残ってますから、そこに賛成っていうのを入れてもらって、もっと賛成者を増やしてほしいですし、そういう他の活動を見ながら、最近やっと団体が動き始めましたので、一緒に協力関係を作りながら憲法を守っていくということをしていくことが重要ではないかと思われます。ありがとうございました。太陽さん、本当にどうもありがとうございました。本当に知らない、私自身なんかは本当に知らないことばっかりで、ちょっと本当にびっくりしたというか、本当に怖いなというふうに思ったんですけれども、それでこれからの時間、ぜひ皆さんから質問ですとか、もっとこういうことを聞いてみたいなということがあれば伺っていきたいなというふうに思っていますので、もし発言ある方、手を挙げていただいて発言をお願いできればと思いますけれども、よろしくお願いします。で、その前に今皆さんにですね、アンケートを配らせていただいてます。この講座の感想ですとか、あるいは今後の講座についてご意見やご希望などがあれば、ぜひ書いていただいて受付の方に出していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。それからもう一つ、私たちの市民連絡会の会合を毎月1回出してますけれども、私と憲法という会合があります。講座の報告ですとか、あるいは今現在の憲法の状況であったり、政治的なものに関する分析であったりということが、あるいは各地の運動の情報なども入っておりますので、一部で200円という形で販売しております。年間購読ももう絶賛応募中で、ご案内をしてさせていただいてますので、ぜひよろしくお願いいたします。すみません、それではご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ぜひどんなことでも結構なので、発言をいただければというふうに思いますけども、いかがでしょうか。この、関西の生子の話っていうのは私は全然知らなかったっていうこともあって、こんなことが起こるのかというふうに思ったりもしたんですけれども、そういった形で今組合っていうのは本当に厳しい状況にあるなっていうのは本当に改めて思った次第でありますけれども、はい、お一人いらっしゃいますね。じゃあよろしいでしょうかね。じゃあお名前ちょっとお願いします。誰もいないようなんで、幸いですけど、ね、元労働組合出身なんですね。で、パートのおばさんが働き延長を、ね、しないっていうのは、税金 の、 雇用、ね、制限に引っかかって130万ですか、それに引っかかるからそれ以上働かないっていうのが確かあってね、その問題もやっぱり関わってるんじゃないかなっていうのが一つです。あと二つ目は組織率ですね。国連が潰されてからですね、ウイグル労働戦線統一ってことで、労働組合が戦うなってきたんですよ。で、特に連合なんかの組合だと、組合費が高くて、ほんで、労働者のための活動というのをほとんどしなくてね、
役員なんか飲み会に使ってたりするっていう話をよく聞いてるんでね、思うんですよ。で、うちの中だったら例えば春闘で昔やるけど、やると妥結権投票ってね、あの組合が3分の2がないと妥結できないっていうがあったんですよね。そのためやっぱり執行部も頑張るようなあの戦いをするわけなんですよね。で今はあの幹部が要求を決めて幹部が妥結して全部幹部がやってるってことのね、まあ、組合の現状が あるんじゃないかっていうのはそれは意見です。あとあの、組合っていうのはオープンショップとユニオンショップがあって、あのうちの場合はもうちょっと話して、うちの場合はあのオープンショップだったんでね、で他とかあのユニオンショップであの組合で何か言うと組合除名されると会社をクビになると、その組合で文句言えないっていうのはね、あの運営が今の日本の労働運動なんですよね。でよくサブロー協定っていうのは従業員の過半数以上でやんないとダメだって、労働組合が過半数持ってればそうなんだけど、持ってないのはあの管理職を含めてやってるようなねところがあの多いっていうことでね。あと関西ナムコの話はあの映画でも見たんですけど、あの会社の方から組合潰しの攻撃がすごくて、家族に例えば奥さんに、それとかお父さんに、お前のせがれとかお前の旦那組合入ってるんだからやめろってね、その会社の方からも親族に恫喝が入ってね、ほんで逮捕されるっていうのはみんなそれが怖くて、脱退していくっていうことで、今弾圧を防いでこれやも弁護士先生もついてすごいあの労働運動のね大きな戦いになってるっていうのは知ってます。一応そういうことの意見とかも含めて、はい。はい、聞こえます？聞こえるかな？聞こえない。ちょっと小さいかも。聞こえてる？あ、聞こえてる。はい、ですね、なんだっけ、あ、そう、130万円の壁とか、要するに、社会保険の、保険料払わなきゃいけない上まで行っちゃうと、実は手取りが減ってしまうから、その下ギリギリまでしか働きたくないっていうことがあって、パートの人があんまり働かないっていうのが確かに前はあったと思います。で今もそのことが全くなくなったわけではないと思うんですけど、ただ同時に今は夫の賃金があまりにも安くなってしまっていて、働きたい、もっと働きたいっていう人も実は意外と増えてます。でただ問題は最低賃金の水準がそのギリギリのところにこう例えば20時間ぐらい働くとちょうど下に来るぐらいまでしか行ってないんですね。あれ最賃をですね1500円に時給1500円にすると、そのバーを超えてもお釣りが来て、もう手取りが増えるところがあるわけですよ。日本のね最賃のひどさっていうのは本当にそういう女の人のバーにギリギリのところに張り付くようにうまく作ってあって、超えないように作ってあるかのような最賃水準になったんですよ、ずっと。でそれをだから1500円まで上げていくとですね、社会保険料払ってもちゃんとお釣りが来るぐらいまで来るので、そのバーを撤廃することも大事だけど、それやっちゃうと、なんかこう貧乏だからバーを使ってる人っていうのも最近では出てきてしまっているんですよね。夫がすごい低賃金だからバーを使ってなるべく払わなくて済むようにしようっていうね、貧乏家庭も実は一部出てきてしまっているぐらい社会が変わってしまったので、むしろ最賃を上げて、そのバーを超えてもちゃんと手取りが、増えるようにした方がひょっとしたらいいかも。つまり税金たくさん取りたいから政府はそこにキャンペーンしてね、バーを外しましょうねって言ってるんだけど、本当の理由はひょっとしたら最賃が安すぎることにあるんじゃないのっていう見方もできるんですよね。本当に何するか分かんないですよ、本当に詐欺だらけで。そういうこともあり得るので、今盛んに政府までがバーを撤廃しましょうって言ったら税金取りたいからですよね。だからまあ取ってもいいんですけど、私もあれがいいと思ってるわけじゃないので、実際そういう女性たちもまだいるというのは間違いない、おっしゃって間違いないと思うので、取った方がいいかなって思うけど、それ以前にやっぱり早く最賃を1500円ぐらいまでなんとか上げる。でそれをやるとですね、中小企業が潰れるって必ずみんな心配するんですよ。実際そうなんですよ。しかも今こんなに物価が上がっちゃってて中小企業もヒーヒー言ってるんで、最賃上げちゃうと中小企業は持たないっていうのは実際もう実感としてあるんだと思います。
それがまた問題一つのポイントなんです。ちょっと関係ない話で言っちゃってもいいでしょうか。どうすればいいか問題なんですけど、例えばね、フランスの最賃ってすごいんですよね。なぜかっていうと、物価がですね 4% か何パーセントか上がると連動して最賃が自動的に上がるんです。だから物価に連動して最賃が上がっていくっていう仕組みなので、物価が上がったことによって賃金も一緒に上がるんです。でもそれやったら中小企業大変だろうって私たち思いますよね。でそのために社会保険料は、公費負担、中小企業については、それがそういう場合にはそれができるように超単位の予算を取ってるんです。だから、連動してあげなきゃいけない時期に、もう本当苦しい時に社会保険料を公費でもって負担してくれるので、なんとかなる、あげることができるんです。で本来最低賃金っていうのは生活費を守るための賃金ですから、物価が上がったら連動するっていうのは非常に合理的で、役割から言ったら当たり前なんですよね。でもそれがなかなかできないっていうのは、そのようなその場合に公費で負担するような予算を取らないからなんですね。日本はもう、ね、数千億ぐらい非常に少ないんですよ。それを超単位で、それをフランスと韓国も、多分文在寅政権の影響だと思いますが、超単位で増やしてるっていう統計があって、それがあれば上げられるんですね、最賃も。やっぱそこでも公費が必要なのに43兆円使ってどうすると、しつこくしつこく思ってしまう私なんですけど、深く恨んでしまう私なんですが、そういうふうにやればいい。でやっぱり全体の設計の問題ですよね。さっき言ったバーの問題も、バーだけ見てればいいんじゃなくて、どっちでいいか、バーをなくすのか、最賃を上げるのか、最賃を上げるんだったら公費でそこの社会保険料負担を中小企業についてはしてあげるかどうかとか、全体設計をしていって働く人はなんとか、食べていけるような設計にしていくことが政治の役割で、そのためにはたくさんのお金がかかる、実は。だから財政にすごくこだわってしまい、43兆円っていうと何これってちょっと怒りがボーって燃えるのは、そういうことを知っていて、いかに今コーヒーにお金が回ってないのかって知ってるために腹が立ってきて、つい怒ると、そういうような話が今日の話でした。でそれとあと、何でしたっけ、労働組合についてのご意見ですね。本当にその通りだと思います。神奈川もああいうことで、もし詳しく知りたい方はぜひ本を読んでいただきたいってやっぱり思ってしまいます。そのために書いて、すごい苦労して書いて、私も弾圧にあって書いた本なので、誰も読んでくれないっていうのは本当悔しくてしょうがないですね。なんか書評では書いてくれたんです、結構好評で、いろんな会社が書いてくれてやってくれたんですけど、結局報道としては全く出ないんですよ。一行も出ない。京都新聞がちょっと出してる、ちゃんと書いてくれたぐらいですかね、っていうぐらいひどいですよ。だからぜひ情報を入れていただきたいです。図書館に注文してもいいです、買うのは嫌なら。読んでいただければ本当に危険本と見られてるみたいなので、なんかどうなのか知らないけど、なのでそうじゃないですから、ぜひ見ていただきたいと思います。あとまあそうですね、5人に2人が非正規なので、下から盛り上がるっていうのがいかに大変か。残り3人はだって非正規を管理する人みたいになっちゃってるじゃないですか、今の会社って。そういうところで下から盛り上がる運動ができないっていうのは当たり前で、とすれば非正規の人をとか、さっきの神奈川さん含めて横断的労働ネットワークを作って、でもそれ組合が少なくて経営が持たないわけですよね。みんな低賃金だから、非正規って、だから年齢を苦しんでるんですよね。そこに要するに市民の団体の支える会みたいなのを作って、寄付を集めるってことをやっているユニオンも最近出てきています。でそういう支える会が運営委員会作って労働組合との意見交換をしたり、青年ユニオンなんか結構そういうとこ多いです。だいぶ日本の組合もそういったこう乗り越えるために頑張ってやってきていて、なので正社員組合がいきなり中から変わるのは無理なので、そういうところで補助が変わっていくと、うちらもやらないと遅れると思うと初めて動くんですよ。だから年越し明け村の時には連合もちょっと動いたっていうのは、社会運動盛り上がると、あまずいと思って動いてくれる、じゃないとシーンとしてるんですよ。だからやっぱりユニオンとかそういう横断的な労働ネットワークを強化するために、私たちがこう伝えるってことから始めると、その運動が盛り上がっていけば中枢も動く可能性はないわけではないかもしれないと思います。はい、ありがとうございます。はい、お一人でよろしいでしょうか。じゃあお一人ですね。ちょっとマイクの調子が悪くて申し訳ないんで、ちょっと距離を、すいません。元山と言います。よろしくお願いします。セーフティーネットの話なんですけど、慶応の井手先生などは、消費税から減少という、
で、まあ、いろいろ説はあると思うんですけど、その、まあ、セーフティネットが一定あれば、その、こんなに、まあ、ある面では、その、救急として働くなってもいいかなっていうふうに、あの、ご講演の中のお話はあったと思うんですが、あの、どの辺をこう、原資にして、いったらよろしいでしょうか。はい、その後あたりの運動の方向性をちょっとお願いしたいと思います。はい、あの、ありがとうございます。全くその通りです。あの、井出先生のおっしゃってる消費税増やす論というのは、今みたいな異常な事態じゃないことを想定してるんですね。集めた消費税とかその増税分を生活にちゃんと返すんだっていうことができる前提で話をしてるわけです。あの、向こう型っていうのはそうじゃないですか。つまり税金は高いけど、その税金は社会保障とか教育とかにちゃんと回っていくので、実際の可処分所得が増えていって、長時間労働もしなくても、まあ、生活がみんな成り立っていくっていう、そういう構図のこう回り回っていく循環を考えているわけですよね。なので、日本社会はもしかして、増税をして、それがそのような形で生活に戻ってくる仕組みがちゃんとできている社会なら、私はそれ賛成なんです。実はだから税金は安い方がいいとは実は思ってません。だけど今の状況はもう軍拡が典型例ですけど、なんでこんなことに使うのっていうぐらいくだらないことに使いまくる。つまりアメリカにいい顔して可愛がってほしいからお金出すって言っている、なんかこう自信のない子供みたいなもんじゃないですか。そういうような使い方に私たちの税金出せないでしょってことですよね。でもかといって税金出さなければどん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 そうやって肝心なところから削っていきますから、苦しくなっていくのは私たちなんですよね。悔しいって言ったらないんですけど、あの、だからそれは、今のこの軍拡路線を暴いてそれじゃダメなんだっていうことを知ってもらうしか今透明のこととしてはやっぱりないんじゃないかと私は考えてるんですよね。だって前提違うじゃないですか、井田さんの言ってる前提とも。こんななんか43兆そっちで使うなんて彼は想定してなかったと思いますよ。今意見聞きたいぐらいですよ。私はその頃から危ないからちょっとそれは一概には言えませんねと言ってました。循環によってはいいと思うけど、あの、今のは特に鍋政権で生きてきましたから、その使い方はちょっとあまりにも危なすぎる。でしかも事実上との借金の返済に使われてますし、今の軍拡だって、安倍政権時代にたくさん買った爆買いの兵器の借金のために、その返済のためにその43兆円の部分が使われるんだっていう見方もあるぐらいなんですよね。そんなものにお金出せないじゃないですか。としたら、かといって税金ないと困るじゃないですかっていうのはそうなんですよね。小さな政府になったら困る。そしたら軍事による大きな政府じゃなくて福祉の大きな政府に変えなくちゃいけないということにしか理論的には出てこない。だからちょっと不可能に見えても、今一瞬そう見えるかもしれませんが、軍拡がおかしいということをちゃんと言っていかないと、これやったらみんな貧乏になって、そもそも国が戦争起こる前に人は死ぬっていうのが私の最近の、あの、言い方なんですけど、そうならないように、生活保護ない、社会保障ダメになる、そのシングルマザーの手当も出なくなるなんてなったら、その前にみんな上手にしますよ。本当に今すでにそうなって何かけてるんですか、ちょっと見るだけでもっていうことを考えますと、やはり、あの、文革をやめる、ちゃんと使わせるということに力を注ぐということしかないと思います。はい、はい、ありがとうございました。その他いかがでよろしいでしょうか。はい、すいません、今日はあのお忙しい中集まっていただいてありがとうございました。あの、本当にこの賃金が上がらないんじゃなくて上げない仕組みを延々と作ってきたっていう、この情熱っていうのが一体どこから来たのかっていうのは本当にあの不思議に思うぐらいなんですけれども、あの、今言われたようにこれは本当に憲法とも絡む問題ですから、この軍拡に反対、そして憲法を守るということを、そして生活を守るということを、あの、一緒に頑張っていければなというふうに思います。田口さん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それで、あの、今後の、あの、予定について、あの、ぜひ皆さんにご案内させていただければと思います。明日19日ということで、あの、19日行動の日になります。で、まあ、各地でもいろいろな、あの、行動が、あの、あるかと思いますけれども、明日池袋で止めよう軍拡、持つな基地攻撃能力、やめて増税 2.1 池袋アクションという、本当に今日のテーマのようなという、集会が持たれます。場所は池袋東口の西武百貨店前あたりでということですが、11時から12時までの1時間行われるということです。あの、池袋アクションというところが主催ということで、スタンディングやリレートークが行われますので、午前中11時、あの、池袋近い方、行かれる方、東口の方に集まっていただければと思います。そしてその後、
14時から、19日行動ということで、まあ、いつものといいますか日曜日なので14時からということになりますけれども、衆議院第二議員館会館前を中心に行われます。ぜひこちらの方にもぜひ参加をいただければというふうに思います。で、来週ですね24日の方がですかね、2月24日日比谷野音でロシアのウクライナ侵攻から1年ウクライナに平和をという集会があります。集会とデモということで、18時半から日比谷野音楽堂の方にお集まりください。そして、その次の日2月25日はこの 3.1 朝鮮独立運動104周年100年の時に始まって今回が104周年ということになりますけれども、18時半からこの文局見せたの2へまさにこの部屋で行われます。そして、この時 の沖縄報告ということで高良さんが発言されますけれども、高良さん参議院議員ですが私たち市民連絡会の共同代表でもあります。そして3月1日は屋外集会ということで18時から新宿駅西口前でいろいろなグループからのアピールなども含めてリレートークがありますのでぜひこちらもご参加ください。そして次回の講座は第170回になりますが3月25日場所はこの文教区民センター2階 A 会議室で渡辺治さんに来ていただいて安保3文書と岸田政権の歴史的役割というテーマでお話をしていただきますのでぜひ次回の市民憲法講座もご参加をよろしくお願いします。もう明日から来週にかけてとかですねいろいろな地域でいろいろな活動があります。本当に体調に気をつけてコロナもありますしインフルエンザもありますしまた、花粉症というのもありますので大変な方いらっしゃると思うんですけど体調に気をつけてぜひ参加をお願いしたいと思います。参加できない場合はいろいろ拡散とかできることがいっぱいあると思いますのでぜひよろしくお願いします。それではすみません長い時間ありがとうございました。これで今日の講座終了したいと思います。ありがとうございました。